さあ、今日はこちら、ナイトクライ!こちらのゲームを実況プレイしていきます!はい、ということでね、ついに初プレイのゲーム、超久しぶりですね。初見のホラーをやっていきます。クロックタワーをね、全シリーズクリアっていうのをやったのですが、それでね、クロックタワー1、2を作っていたひふみさん、コーンのひふみさんが、手掛けている。そして、呪怨の映画の監督も加わって作ったっていう、ナイトクライっていうね、ハサミを使って襲ってくるっていう、まあ、実質クロックタワー続編みたいなゲームがありましたんで、まあ、連日やったんで、まあ、そういうことがね、正直、怖いゲーム嫌なんですけど、やっていきます。どんぐらい怖いかわかんないんですけどね。まあ、初見プレイでホラーゲーム久しぶりにやっていくわけだ。じゃあ、ゲームスタート!これ右なの?これ右の。これ右のひょっとこみたいなのかな?ひょっとこみたいな。今、最近はね、キプレイばっかりだったからね、余裕ぶっこいてましたけどね。いやー、皆さんは知っている人いるだろうけど、俺はホラーゲーム苦手ですかね。2016年8月の18日だ。夜の7時だ。はい。時系列しっかり見ていこう。始まった。パイパイス。いいもの持ってますね。すごいな。中学生好きそうなサイズやな、これ。はみ出てるもんな。随分酔っておられるようですが、お水でもお持ちしましょうか。大丈夫よ。ちょっと人当たりしただけ。そうですか。何か欲しいものがあれば遠慮なくお申し付けください。おかしい。切ってるもんが。お、急に始まった。なんでパーティー会場の目の前にこれと布を切ってんの。こいつかシザーマン。クリックしたポイント移動。これ方式なの。完全にクロックタワーやん。クリックポイントで動くやつだ。このクソソソ迫るやつ。イベントスキップ、ポーズ。あ、Pがポーズね。はい。え?うわ、マジか。あ、主観じゃないの。あ、動かないわ、十字キーで。ASD いかない、これ。うわ、マジで。さすが、ひふみさん。バイオ1じゃないですか。ダブルクリックで走るわ。うわ、悪この操作性。出たぞ、これ。たまらん。ものすごい腰つきや。何やってんのあなた、これ。あれかな、公開機。公開するときに掲げる旗とかの処分してんのかな。ねえ、メルカリとかで売られちゃ怖いからね。メルカリとかで売られちゃたまんないから、処分してんのかな。パーティー会場へと続く扉だ。中からはかすかに音楽と談笑の声が聞こえてくる。おい。こっち。まあ、これ絶対に言いづらいぞ、これ。何この肩のやつ。なんかもう少しここでやることがあるわね。出た。もう少しここでやることがあるわねだ。わーお、完全2か1じゃねえかこれ。もう少しここでやることがあるわね。これ2だな。2。何切ってんのあなた。それにしても暑いわね。上着預かっておいてくれる。上着預かっておいてくれる。かしこまりました。絶対こいつやばいって。絶対こいつ感染してるって。絶対なんか感染してるよ。預かり証をお渡ししておきますので、お受け取りの際は忘れずに。ほんのすごく口しゃくれてんなお前。腹話術うまいなこの人。面白いな。俺だったら酒飲んでたらこんなん笑って吐き出してるわ俺ゲロ。ちょっと聞いていい?そうよ。何よこれ。何でしょう。何よこれ。さっきから何をしてるの。そうよ。祭壇ですが、お客様に汚れてしまったドレスを処分しておいてほしいと。海にでも投げ捨てろよお前は。そう。海にも投げ捨てろ。でこれ切るね。はい。え。大変。ちょっと酒持ってきてあげて。この子に酒持ってきてあげて。ちょっとめっちゃ面白いやんこいつ。でこんなのはあなたさんパチャレとナイトクライム初見です。お楽しみ。ありがとうございます。やったー。ゲーム代のスパチャくれた。やった。ハリーを見なかった。ハリー、あ、首かいてる。あ、北水は諸国だ。ハリーっていうのは私の友達で。怒ってる怒ってる。
やめとけやめとけ。背が高くて短髪の男の子なんだけど、さっきから会場に姿が見えないんだけど。それとも裏で裁断されてるよ。裏で裁断されてるよ絶対に。先ほど会場から出て奥の通路に立ち去った方がいましたが、その方ではないでしょうか。ああそう、ありがとう。そっちの扉から出て行ったのね。出て出るかな本当に。裏何あるのこれ。パスもショールもこの中ね、預けたのに忘れないようにしないと。高いのを無理して買ったんだから。肩出てるな。左見沢症候群出てるな。これポリポリしてるな。もう怪しさマックスですよ。もう絶対感染これは。口からプラーが出るぜこんなの。行ってみるか。歩きづらそうやなこの靴。でもいいね、ちゃんとクロックタワーしてるな。それがひふみさん、ワンツーというわけでひふみさんがやっただけあって、ダブルでこれぐらい遅っ。逆に変になんかグラフィックだからやりづらいなこれ。こっちってことか、勝ちの方面か。早速来そうだなこれ。まだでもまあやばかったね。まだちょっとまあ操作感覚覚えるんだろうかな。チュートリアルでしょ。だよね。あーやっぱひなみざわやん。完全ひなみざわやんこれ。ええ脳みそ出てきてる。カニみそが。みそ出てますよ。お兄さん、みそ出てる。いやいや、気づくの遅えよ。気づけよその段階で。もうちょっと前には気づけよ。もうミス、あー昭和ギャル歓喜来たー。作業兵器昭和ギャこんなものが必要な事態には出くわしたくないわね。来ました、さすがひふみ氏。セッティングしてくる昭和機。これクロックタワーやったことない人だったら何のことかわからんな。これなクロックタワーやったことない人だったら、これ完全に操作性の悪いインディーズゲームですよこれ。やったことある人間はもうたまらんけど。めっちゃいいじゃん、ないとくない。どうやらこの扉は締め切られてるようだ。逃げれるかな。こっちに来たやつだけどね。パンフレット？ルルブ。パンフレットなんてとってもゴミになるだけね。いや、まあまあなるけど。まあなるけど読んであげて。フレのパンフレットが楽に収められてるわ。パンフレット武器に使えないかな。投げつけ、ラックを投げつけて倒すができそうですね。あ、ほんまの奥に道がある。綺麗な生地に住み、タバコの香りが突いてるわ。こんなところでタバコ吸うなんてまだ悪すぎ。モニカちゃん、ハーモニカ。まあ、消火器があるから大丈夫でしょ。待って、BGM 怖いんだけど。待って、もう始まってるぞ。なんか、あ、なんかいる。なんかおるで、あそこに。来ましたよ。いつも余裕ぶっこいてナイフプレイしてる小島店員も、初見のホラーは苦手なんです。びっくりするのが大嫌いです、俺は。びっくり系マジ大嫌いなんで。俺は信じていくぞ。あ、でもあれ生きてるな。あれはちょっと生物ですね、生物。生物ですよ、これ。動いてますよ、ピクンピクンと。さ、おっと、バーあるじゃん、バー。よーし、ちょっと2杯目いくか。はしご、はしご。はしご、はしご。なんか落ちてる。うわ、しみったれてんな、このバー。馬のションベンよりマシだよ。気の抜けたビールはねえか。俺はもうガルシアもびっくり。気の抜けたビールをもらうしかないな。ケイン操作のカウンターの上にはおしぼりとマッチが置かれている。おしぼりとマッチか。ほう、しみったれたバー。結構広いですねマップが。いやお嬢さん、カクテルパーティーに行ってきたのかね。そう、飲みすぎよ。どうやらふさわしいパートナーは見つからなかったようだ。うるせえなお前。すかしたおっさんやな。俺な、急にねディスられたんですけど。まあそんなとこ。あなたはご夫婦で旅をしてるの？よっ、私は一人旅だよ。ナンパか。自己紹介をしよう。私はビゴー・ボラーゾフ、この船の船主なんだ。職務怠慢じゃないですか。これ飲んでいいですか船長。え？ということは、この船のオーナーさん？あ、オーナーか。選手とかオーナーか。この船超金持ちじゃん。ああ、君たちのような乗客が私の船で楽しんでる姿を見るのが私の楽しみでね。そう、
確かに楽しませてもらってるって言っていいかしら。ははもしや不満や改善点があれば遠慮なく言ってくれたまえ。いやなるほどね。いやこれ玉の腰にいいぞこれ。ちょっとそのパイパイを当てておきなさい。パフパフしておきなさい。ライターか何かお持ちないかな。私の義眼を煮沸消毒したいのだが、どうやら実質にライターを忘れてきてしまった。実質でやれよ。なんで義眼ここで煮沸すんねん。そこのアルコール枯れろよ、ウイスキーかなんかで。タバコ吸わないの。でもカウンターに行けば置いてあるかもしれないわね。すごいな。いや、ちょっとパフパフすれば、300ドルぐらいもらえるんじゃないの。これはこのスケベ紳士、ツバつけとく価値あるわよ、これ。よし。なんだこれなんかあるんじゃないこれ。なんだなんか調べないぞ。パクれパクれ、酒パクれ。テーブルの上に置いてあったメニューはドリンクと軽食の名前が並んでいるわ。こういうとこで食うピザってめっちゃうまいんですよね、ピザ。それ何か頼もうかしら。軽食のピザ、ナポリタンとかもうまいんだけどね。こういうところのね、ピザってちっちゃくてね、ちょうどね、ハニーピザとかうまいんですよ、こういうとこって。まあ、ハブなんですけどね。全然誰でも入れるハブの話なんですけどね。じゃあこれマッチもらっとこう。カテパもらえますわよ。待って、右下に悪夢の始まり来たよ、悪夢の始まりって。は？なんで？なんでマッチ取ったけど悪夢始まるの？じゃあ先にちょっと、なんか、マッチ渡すと悪夢始まるらしいんで、ちょっと表にいる警察も始めよう。なんで警察の話なんだろう、表で。こんな感じでゆっくりやってきますね。おぉ。はい。二人は何かひそひそと話をしている。少し聞き耳を立ててみるが、小声な上に英語ではないのか、何も内容はわからない。お前らか、ウイルス撒いたのは。あ、どっちも同じか。多分ウイルス撒いたんだな、こいつら。エロテロリストだじゃない、エロテロリストや。やばいな、こんな暗い通路、こんな格好で歩いたら襲われるぞ、マジで。船の中とはいえ。なんて無防備な。あ、なんか、あ、ギャルいる、ギャル。ギャルがいるわ、ギャルが。君たち、英語？おう、二人とも会場に姿が見えないと思ったら、こんなとこにいたの？まあ、みんな可愛いじゃん、もう。すごいな、大人向けなゲームだな。ジェシカがもう飽きたとか言うからさ、付き合って出てきただけ。だってさ、一番のイケメンがなんだか知らないけど、ルーニーばっかり相手にしてるからバカバカしろって言ってさ。マジか、ルーニーあいつ最低だな。ああ、指揮者のジェロームって人ね。そうそう、そんな名前だったね。私はああいう細いのに興味ないけどさ。お、じゃあ俺のお腹見るかい。俺の三段腹見るかい。うん。でも不思議よね。なんでルーニーみたいな暗い子に興味持つ男がいるのかしら。はは、死にたがりのルーニーだもんな。付き合ったって招待したらあたかま逃げ出すさ。悪い子たちやな、この子たち。心、船の、こんな豪華な船乗ってるのに心狭いな。狭いな、心。意外と金持ちって心広いやつ多いけど、広いやつって多いけどね。こんな船乗れてんだからね。まあいいや。悪夢の始まりって。まあ、あれは死にますね。あれは死にますよ、もう。確実にあれはもう、腹を裂かれて、腸を引きずり出されて、膵臓かなんかを壁にかけられて死んでます、あの。初見のホラー楽しいな。いろんな憶測できるからな。カフェのショッププレートが置かれてるわ。ピザでピザ。手目が書かれてるようだが、フランス語なのでさっぱりわかんない。フランスか。ボルシ。じゃあ、ボルシルは違う。ロシアだ。なんだろう、フランスの名物なんだろう、フランスの名物って。なんだろうな。ワインとチーズトーストとブレッドしかない。ブレッドだな。ブレッドと、あの、ワイン。はい。はい。あ、すげえ、めでこ出てる。そうするとカーソルがそのアイテムの形に変わるから、そのまま使いたい役にクリックすればいい。わ、すげえ、超この人めたいわ。もしかして、あなた、ひふみさん？火をつけるものがあるといいんだが、もし入手したら、画面右上のアイテム欄で選択するんだ。はい。アイコンに変わると、はい。あ、ついた。どうぞ。あら、おしゃれ。うん。ここでは使えないようだ。え？じゃあ、つけてあげて。義眼に火つけてあげて。
なんで？はい？え？おうおう、使いたい対象をクリックしたよ。はい？あ、こっちか。あ、そこにつけんのね。ほら、これ大丈夫。まあそれは目に時間には入れないか。あ、助かったよ。ありがとう、お嬢さん。いやいやいや、なんでこいつアルコールランプバーに持ってきてんの。理科の実験以来だよ、こんな網見たの。理科の中ではウーゴの擬岩がくるくると踊っている。趣味悪っ。あれ、進まないぞ。もしもし。じっと見つめていると視線があったような気がして気分がいいものではない。目と目が合う。まあこれ見て恋には落ちないな。しかもすごい文章を進むのゆっくりだし。どうしたんだろう。ありがとうお嬢さん、助かったよ。ちなみに持っているアイテムによっては自分にクリックして使うこともできるそうだ。そんな使い方をするのがどんなアイテムなのかは知らないがね。やっぱりウゴさん、あなたひふみさんじゃない？河野ひふみさんじゃない？あなた。もう行きましょうか。じゃあよし、逃げるわよ。人前で目を茹でます。よし、おい来たろう。じゃあこれでとりあえず目焼いたから、なんかフラグ立ったから、あそこの気難しい女ども変わったんじゃねえか。プルン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 、 ABCDEFG はあるだもんな。 G はあるな。 GGHH、 あ、でもな、アンダーバストがちょっと弱いからやっぱり G かな。これは H まではないと見た俺の予想。でそういえばハニーがモリカを探したわよ。あ、スパチャレートいただきます。ありがとう、スパチャレートございます。スカイウェイブさん、ありがとう。そういえばハリーがモニカを探したよ。モニカがさっさとハリーを決めちゃえばいいのにね。ハリーに決めちゃえばいいって。男のハリーって子か。冗談、あんな稼げなそうな男興味ないわ。モニカ、お前も大概だな。稼げなそうな男。でも用事があるみたいだったよ。下のフロアに降りていったから探してみれば。そうね、気が向いたらそうするわ。まあ気が向かなくてもそれをしないと話が進まなそうなんで下に行きましょう。稼げない男は下で待ってるってさ。どんな男だ。え、ちょっといや、大丈夫。おばあちゃんすごい漏れそうな格好をして固まって大丈夫。もう一歩でも動いたら漏れちゃう感じ。どうしたの。それ完全にトイレ我慢してる時の俺の体勢やぞそれ。大丈夫。反応がないわ。出なくて大丈夫。一歩でも動いたら漏れちゃうのも絶望ね、それおばあちゃん。ああ、漏らしちゃった。ねなんて、ごめん、俺、英語しかわかんないの、これ。アメリカ語でわかんないの、これ。フランス語？怖い。ちょっとじ。そっとじしたな、今。出荷よーって言ってどっか行っちゃったよ。もう漏れたな、あれは漏れたな。俺も今ちびりそう思ったぜ。待って、一回すごい雰囲気ダークなんですけど大丈夫かしら。なんかハニーだかハリーだかが俺を待ってるらしいからな。男のくせにハリーなんて女みたいな名前だなってカミーユに言われそう。カミージェリドミさんに言われそう。ん、何笑ってんねん。笑えることしないぞ、私は。ん？おばあちゃん？めっちゃおばあちゃん若返っとるやん。あ、これリトルナイトミアイ。なにかわいい。あ、これなんか既視感あるな、これ。あれか、スイカか。あ、違う、なんだろう。え、どうした。なんでそのジョジョのポーズだってんの。なに、今のポーズ。急なジョジョ立ち。なに、あの子。なんか騎士かなと思ったら昔のねえ、なんかサーカスが作ったエロゲースイカの出てくるねえヒロインの子じゃないか。あれ違うか。じゃあ、あれ違うわ。
違う、あれ騎士かな、あれだ、シスタープリンセスだ。なんでお前パンツ一丁なんだよ、お前。そう、シスタープリンセスで、たまにチラッと見えてくれる女の子や、あれ騎士かなと思ったら。わかるこれ、シスタープリンセス。シスプリ、シスプリ、スプリのね、アニメ版の女の子。で、なんでお前パンツ一丁なの。トランクさん、お前、ズボン履けよ、お前。うわ、これは稼げないな。よほ、君も会場から抜け出してるかい。それより、ここに小さい女の子、入ってこなかった。なんだあいつ帽子かぶったんだろうな。にゃー、さっきから、俺だからくろ。そ、そう。それよりさ、もうパーティーはいいのかい。いい男見つけたとか、言ってなかったっけ。そ、そう思ったんだけど、スクラッチしてみたら、外れくじだったみたい。こっちから願い先したくしてやったわ。そいつはご愁傷様、お前も稼げねえ男って言われてるかな。いや、ほんと女って怖いわ。みんな女ってこんな感じなのかな。普通に喋ってるわ、さっきあんな悪口言ってたのに。うん。俺も見てたけどさ、あいつ、ルニーにご愁傷のようだったもんな。ああいう地味なのがいいのかね。俺は、神経臭くてごめんだけど。何よ、あんた。見てたんじゃないの？とぼけって聞いてみたりして、悪趣味のやつ。いやー、あんな地味女にまさか君が負けるとは思ってなかったからさ。ルーニー、ものすごいディスられてるな、さっきから。うるさいわね。何よ、あんな女。いつも目立たないくせに、こんな時だけ。こいつら、ほんと、なんでこいつら友達なんだよ。もっといるだろう、仲いいやつ。なんかロードしてる、どうした。まあそうカッカするなよ、ジュース思ってやるからさ。何、うんうん、よ、ジュース一本でご機嫌取るつもり。なんだよ、喉乾いてるだろ。自動販売機から挟めてきそう。え、マジで。どうしたのよ。やめろ。あ、いや、なんか手が掴まれてる。え、はあ、だから掴むか。中で俺の手が掴まれてるんだって。何？始まった？今時グレゴリーペックの真似？そうじゃなくて、はい、俺のドクターペッパー取るよ。俺の稼ぐ前に死んじゃったよ。いや恐怖不得意自動販売機。わわわ、あれ綺麗な足。なにえ、こいつの血沸騰してんだけど、気持ち悪い。ハサミ出てくるどころじゃなかった、食われちゃったよ。何これ、体力、プレイヤーは体力存在します。で、消耗、体力がなくなってしまう、その場で動かなくてしまいます。走り続けたり、スターマンと揉み合って体力が少なくなってしまうと画面が赤く点滅します。はいはい。歩いたり立ち止まることで体力の回復ができます。はい。左クリック、息切れ、転倒からの復帰。はい。アイコンの選択、もみ合図の連打、分かった。これがパニック、あ、左クリックがパニックゲージだ。で、右クリック、視点をシザーウォーカーの方向へ変更。シザーマンじゃないんだ、シザーウォーカーっていうのがあるんだ。ウォーキングと。マウスホイール、移動時にクリックで猛ダッシュ、体力消費大、了解。まあやってみれば分かった。逃げるぞ、とりあえず。まあ序盤だからまあ優しいでしょ。どこ逃げたんだこれ。ここに逃げればいい。まあ、武器だな、消火器使える。エレベーターは多分使えなそうだな、これ。なんかまあ走ってスタミナ処理するからですね。赤だから分かんねえか、見てみよう。近くね。あ、意外と近いぞ。開く。よし。クロスだ、伊達にクロックタワーやってねえぞ、なめんなよ。よし、丸見え。いい感じに通気口広いよ、これ。あ、来たー、これ。
んのこれ。あ、合わせるんだ。心臓をあマウスで合わせる。開けるって。え、開けるって。お疲れ様です。そんなの中途でなかった。そんなの大丈夫。隠れているなら仕方ないでしょう。アイコン合わせない。うわぁ、ハサミ撃退。え、いや撃退はしないの。これ右下角の撃退って。ちょっとお目目がキュートでしたね。撃退はしとらんな。なんだ、旅行ケースはきちんと使用されて諦めなそうもない。いや、結構怖いぞ。急なミニゲーム要素来ました。隠れてる最中も来るのか。あの、びっくりで急にバーンこれやばかったな。あれ多分パニックゲージ溜まっちゃうと、びっくりして出ちゃうでしょうね。ほら、スマートフォン用の充電器は置かれてるわ。なるほどね。どっかでスマートフォンをゲットしてこれに充電すると。はい。東の中にはまあ、そんなに少ない部品だけど。このワインボトル殴れそうだったな、これ。いや、こっちのやったかもな。カップルが写真写ってる写真の下には、ジョン・トンプソンの名前が記されている。あら、イケメン。なんでこの部屋開いてたんだろう。このジョン・トンプソンが犯人かな。シザーマンの正体わかんないですね。奥なんかあんの？広いのこれ。あ、いけるか。うわ。アイノス。警察つながんないか。ってことはみんなシザーマンに殺せたんかな。あっという間に電話が通じなかったね。いや、船の上だからな。助け求めるにしてもどこにも行けねえしな。そっか、そう、呪怨の映画の人も関わってるんですよね。呪怨の映画監督も関わってるということですからね。そう、稼げそうな男を見つけたとか言って。まあ、唯一この癒しはこのエロスだけだな。シャワールームとかで死んでそうだけど、シャワールームは入れないか。なんもないか。シャワールームなんもなし。はいはーい。もういねえだろうな、シナマン。もう完全にこの操作性の悪さが、クロックタワーですね。なんでそんなアッガイみたいな歩き方したんだ、この人は。すごいアッガイみたいなことしたな。ガシャン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 。ジゴン軍の水中型モビルスーツみたいなのあるかしらな、これ。ほら、アッガイアッガイ。ガシャン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 。お、死体が入ってそうなぐらいでっかいコインランドリーがあるじゃないか。ちょっと明るさ上げようかな。暗いよね。スマホ見、ちょっとみんなの方は、俺の方は暗くしてるけど、ちょっと明るさ上げます。うたっけよ、おい。ちょっと明るくしときましょう。みんな見やすいよ。俺はいいや、暗くて。いや、これ出てきそうだな、なんか。そう、シャワーシーンもないのかな。エッチなゲームにシャワーシーンは基本ですけどね。今は洗濯してる暇ないわ。大丈夫？いや、絶対これ死体入ってるって、こういうところ。よし。なんだこれ、ランドリー利用者のための了解機だ。いやー、生首とか入ってそうだな。お、結構あるね。武器とかねえかな。この中にシダーマン突っ込んで選択できねえかな。なんだっけ、あの、バタリアンみたいにさ。バタリアンみたいにできねえかな。あ、喋れんぞ。今は選択なんてしてもないわ。まあ、ですけど。あ、トップがある。トップ置いてある。え、怖い。やだ、このゲーム。なんか今までの何、クロックタワー3見習って、マジで。普通に恐怖なんですけど、死体ない、大丈夫。隠れられそうな、これね、なんでこんな慎重に調べてるかっていうと、襲われた時に逃げ込めるところのとかを前もって見つけておかないと、逃げながらね、戦ってもし、あ、スパチャット、お茶、店員さん、ありがとう、できます、ありがとう。これ洗濯物かな。なんか背骨身っぽいの見えないのこれな、大丈夫かな。はーい、セーフランドリーだ。誰かが使用したのか、中に含まれてるか、服か。服でよかった。本当に服かな。おパンツ、誰かのおパンツ来るんじゃないこれ。高いクラスの乗客にはほとんど使用しない。貧民が使うもんらしいね。上級国民は使わないと。
カラフルなのがいくつか入ってる。ボトムズ捨てたの、ボトムズ。ここにボトムズ捨てたのかい。まあ逃げ込み、今の、でも今のゴミ箱には逃げ込めねえな。逃げ込めそうな場所あんまないですね。なんか使えっかな思ったけど。こういうとこで逃げ込むところにはいいことはあるけどね。そうでもないか。ちゃんとこういうとこを調べていかないと。後々苦戦するのはクロックタワーの基本。初見ならなおさら。だから聞こえた方が動きそうよ、これね。なんでこんな動きづらい格好で。配膳用のワゴンだ。誰かルームサービス頼んだし。お、これ武器で使えそう。これで殴る。これで足に当てて転ばせるとかできそうなの。これちょっと覚えとこう。この位置。あ？どうした？おお、おやおや、すいません。驚かせてしまったようで。あ、死にそう。どうなさいました？顔色が随分悪いようです、ね。この声は死ぬ。俺はわかる。この声は死ぬ。生きてる人なの？はあ。この段階で生きてる人は死ぬ。あ、そっち？ナイフ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 、待って。やってこれ。触れて触れて。チク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 。あなた、え？はい？おお、口から持つでいる。クルー用のカードキー？いや、落ち着きすぎやろ。落ち着きすぎだろ、それ。クルーの森ポケットから飛び出したんだろう。ワゴンの上にカードキーが乗っている。アイテム、カードキー A を手に入れた。冷静。この状況で冷静。もう見たくない。うわ、口からもう舌がベローン。キャー、カメレオンみたいになってる。やばい。結構このゲームグロいぞ。まあ、クロックタワーの不気味感は出てますね。いや、いいゲームじゃないか。相変わらず操作性は悪いけど。あえてこうしたんだな、きっと。あ、出た、気をつく、気をつく。おいなぁ、死体から飛び出したカードキー、平然と逃げたもんな。これ使えるかもしれないわ。何があったの、この人。その精神の一部欠落しますよ、このモニカちゃん。船の中からでは仕方ないけど、2週間前の週刊誌なんて読む気しないわ。この状況下で、こんな血だらけの廊下になってんのに、2週間前の雑誌に興味を示すモニカちゃん。うん、やっぱりクロックタワー系の主人公はね、はい、脳の一部が欠如してんのかってぐらいに常に冷静なんだよな。置いてあるのは全部食料品ね。ショットガンでも置いておいてくれればいいのに。打ち方知らないけどこれは多分クロックタワー1のことかな。ショットガン、まあ、まあクロックタワーのショットガンは強いですからね。2でも強かったし、安定のショットガンですよ。レジのドロワーが開きっぱなしになってるわ。パクれパクれパクれ。帰ったらお金持ちやぞ。中を覗いてみたが、25セント効果が数枚入ってるだけのだ。少ね。これね、たまにね、進まないのがあるんだよ、これね。押しても。急に長いね。押します。ちょっと借りておくわね。あ、25セントもあった。あ、サクサクさん、スパチャありがとう。おつまみありがとうございます。いただきます。ごちそうさまです。やった、25セント効果。いただきました。25セント効果。コインランドリー使えるかな？わ、結構いる。オートミール、オートミール。お、スナック菓子。あ、これ多分回復でしょ。私の好きなプレッツェルも置いてあるわね。持ってけ、持ってけ。持ってかないの？よ、25セントで今カードキーか。すんよっぽど嫌いなのかな、なんか。よっぽど今気分じゃないのな。すごい勢い申した、今。シャッって。シャッシャッって。ずっとこれやな。缶詰はレトルト食品が並んでるわ。とりあえず、飢え死にはしないで済みそうね。エナジーバーぐらい持っていけ、エナジーバーぐらい。よし。あ、アイスあんじゃん。ダッツダッツ、あれ待って。なんか変じゃないこれ。え？あ！いや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 、なんでお前が出てくるかーい！
ハーゲンダッツ出てきた。逃げろハーゲンダッツ。さあわーいいね、音でビビらしてこないですね。もっとバーンとか来るかと思ったら意外と音でビビらしてこなかった。ぬるっときましたね。出てくる。お、バケツあんぞ。バケツ、バケツいけんじゃねえこれ。バケツ、あ、嘘、バケツ使えないの今回。使ったじゃん、クロックタワー2でバケツ。ランドリーになんかねえかな。ランドリー兵器、これこれ、網網、網網なんかねえか、なんかねえか。手としろ、足止まっちゃうんすよ、これ、これかかってね。勝手に止まるんだよな、これな、疲れて。チルドシザーマンが現れましたけど、こっちこっち。これあれ、あれ棚つかねえ、これ棚。うわぁ、ツイッター、YouTube で炎上したいよ、あれ、冷蔵庫に入ってたらダメだよ、冷蔵庫入っちゃう。わかった、わかった。ツイッター炎上した。もう今来てないな、OK。走って負けねえかな。ダメか。なんで固まった？レジとかに隠れる場所なんか意外と隠れますポイントないね、今回。なんか、あ、なんか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 、あった、あった、あった。おしのいポイント。いや、見えてる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 。もうちょい壁寄って、壁寄って。多分来る来るか、ミニゲーム来る。ミニゲーム来る。吐くなよ、吐くなよ、吐くなよ、吐くなよ。やぞー。いや、吐くなってマジで。酒飲んだばっかりですからね。カクテルパーティーだったもんね。カクテルパーティーだったから。これバンクザム。バンクンぞ。バンクさん、あ、顔出すな。顔出す、あれ、おお、なんや、ぬるゲーかよ。その姿はない。ほら、なんだなんだなんだ、ビビらせんなよ、おい。すんなんかないのかな。買い替えてもないんですね。クリスタ、おえーよ。あ、ポルタガイスト起こった。ミステリー。なんか立ってる。ハーゲンダッツは？え？まさか無限？無限リスポーンポイント？ではないね。すん。アイス食べたかったのに、ピノ食べたかったのに、もう、バカッとしてるわ、もうあいつ。バカッと男。化け物にこれを投げつけたら喜んで食べるかしらね。かわいいよ、ガチャ好き。あ、出た、シスプリ。シスプリだ、シスプリ。今、いた、シスプリ。待って、今、シスプリいたんすけど。スン、スン。いたな、今。どこ行った、シスプリ。消えた。だって、BGM怖いんだけど、もうやめたい、このゲーム。怖くない？ナイトクライ。まあ、もう時系列順に全部クロックタワー実況したからわかるんだよ。で、この地何よ。で、この血何？なになになに、ケツ、なになに、なに、なんも来ないんかい。BGMだけなんかい。何の音？また来るんでしょ、これ、どうせ。借金。ちょ待て待て、ちょ待て、ちょ待て、めちゃめちゃ気に来るね。お菓子投げつけてやるよ、あいつに。あー、こける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 よ。こけ、こうだよ。危ない、こけるなよ、これ。こけんなよ。あ、靴脱げ、靴脱げ。そんな履いとるかいや。あーあー、すっげーヘッドスライディングヘッドスライディングですよ、まずは。豪快に入ったな、今部屋の中に。転んだ瞬間ヘッドスライディング。いや、面白すぎんだろこれ。くんぞミニゲーム。いやー、3とか4になると何回も同じ場所隠れると死ぬけどな。どうかな、なんかダメかな。同じ場所 NG あるけどな。来る？ミニゲーム来る？
ライディング良かったけどな。やばい。あ、ダメか。やっぱり2回目ダメか。さすがひぐみさん。ですよね。やっぱここはクロックタウンの基本だよな。同じ場所を食らんないっていう。だったらじゃあやっぱり売店なら売店奥もダメかな。売店奥行ってみよう。服汚れてね。こんなからか。あ、なんかある。なんかあるぞ、そこに。武器か、武器か。インターホンか。なんだこれ、なんだこれ。エレベーターか。ランプは消灯している。電源効いてない。嘘。ほら、分かったな。一旦なんか気づいてないふりをして引き返すっていう一番怖いパターンですね。よく夢とかで見るやつ。ね、チャンスくれるの優しいですね。これクロックタワー1だったら、あのクワガタみたいなやつにこうやってまたこうシャキーンってやられて、うっすーですよね。初回得点使って、これ紹介どうですか？それこれ。いけるこれ。多分ここもダメだろうな。まあダメでしょ。いや、無限エスケープポイントは2にもあったけどね。いや、無限エスケープポイント欲しいな。あーですよね。びっくりした。2回目死ぬか、ここで。わお。ズオツ2回目。どっから？ナイトクライへようこそですね。自殺願望って書いてある。これで、オートセーブよね、これね。多分。ん？コンティニュー。はい。まさか、まさか別に。あ、よかったよかった。優しかったわ。え、じゃあどこにエスキーがあるんだ？な、分かった。もうやっぱり同じ場所に二度隠れてはいけないわ。やっぱり定石ですね。同じ手は効かない。それがクロックトゥアー。でも電気通ってないって言ってたな。チョキ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 、あのクロックタワー隅でチョキチョキとか言ってくるバカなモンスターと大違いだな。あ、ジュース買えんじゃない？故障中かい。おのこ、あされあされ。くそ、やっぱさっきのあのな、バカッターがきつかったな。バカッターが、バカッターで一回あそこを使っちゃったのがまずいですね。バカッターでエスケ使っちゃったかな。さあ、カードキーを通すだけでいけんのかだよな。カードキー装備しとこう。どっかにブレーカーかなんかあんのかな。あ、いける場所あるぞ。つっからそば、なんか入れますね。あー、照らすものが欲しい。いや、電気つかないの。ここはどうなん、ここなんだ。えい、あ、入れた。ここまだやってないもんな。ここまだ入ってない。ここは多分 SK で使えない。 SK ポイント使えそう。プスン。中年夫婦、これちょっと今頃中年夫婦が映ってる。はい。あ、充電スタンドだ。大体スマホはこれからどういうことをしてくるかな。きっちりと施錠されてるようだ。はーい。鍵を見つけるか。特に電話通じねえよな。おお、汚れちゃったな、転んだから。ベッドは綺麗に整えてる。これ寝て目を覚ましたら全部音になるかしら。よし、寝てみよう。試しに寝てみよう。試しに寝てみよう。ダメか。試しに寝てみよう。
ここはクローゼットの中には備え付けのバスローブが蹴られている。これバスローブの方の方が動きやすいんじゃない？これ隠れそうね。本当かな。まあでもここはまだ一回も使ってないから多分ここはくれますね。覚えとこう。そう、消火器欲しいな。もういくら操作性が悪くてもゴーストヘッドを乗り切ってるから全然余裕ですね。あれ、あの時と比べれば。ここまで逃げていけばいけるか。ああ、なるほどね。こう来るか。これ来るべ。さっきこの辺で来ましたよね。あれ？さっきリスポンしたけど来ないぞ。血の跡っすよね、これね。あ、こっちに向かってるんだ。来る？あ、消火器ある！マジか！来た！最強兵器消火器。あれ、これおばあちゃん？誰？誰かに助けを求めてしたんだろうか。死体のポケットからスマートフォンが顔をのぞかしている。もらえ、もらえ。衛星電話。ぬるぬるする。衛星電話、衛星電話。ちなみにのスマートフォンは充電が切れてるらしく、起動ボタンを押しても反応がない。やった。充電しに行くか。動く？あ、ブレーカー落ちてますね。そりゃそうよな。あっかい、あっかい、あっかい。ガシャン、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 ガシャン。これ、消火器だ。これはもう、勝ち確ですよ。負ける気がしないぜ。ガシャン、ガシャン、ガシャン。こんな広かったっけ、この階。あれ、これ、俺、これ知らんぞ。なんだ、これ。あ、これさっきあれだ。今日、人食い自動販売機ました、これ。人食い自動販売機。小さい擦り傷がついてる。古びた感じからすると以前からついてたものらしい。人食い自動販売機。広くて頭の中でマッピングできねえ。え？誰？あれかな、ひふみさんの娘かな。なんでこんなふてぶてしい写真持ってんだろう。この人もこの船に乗ってるのかしら。いてくれたらとても頼りになりそうな印象だけど。確かに。すごい。仲間とかは見捨てなさそうだけど、すごいドライな感じに見るの。もうちょっといい写真なかったのかな。ものすごい不満そうだったな、この船に。よっぽどこの船に不満あるんだろうな。知らんけど。よし。一食い自動販売機な。こんな自動販売機二度と使わないに決まってるでしょ。ドクターペッパー飲みたかったな。でちょっと歩き回ってマッピングしたい、頭の中に。ここがまず販売機だろ。販売機になってる。さっきどっかにカードリーダーがあったんだよな。あと走り続ける練習。止まっちゃわずにずっと目的地を指し続ければいいか。でもあとやっぱ止まるな。当たると止まるのか、どっかに。でこっちに導く。当たらないように導かないといけない。そうしたら止まんないか。止まる。あ、また止まるな。ちゃんとライン取り大事ですね、これね。コーナーを結構この人ブレブレになるから、ブレブレならないようにコーナー作ると。で、どこよ、カード。さっきあったんだよな。いや、マジここ迷宮。ここあったかな。逃げた場所。シザーマン出てこないました。さっき出たんだけどな。カードリーダーの前に現れるんですよね。バーって言って。一直線。ガシャン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 。で、ここか。まあ、操作に癖ありそう。まあ、そうですね。まあ、クロックタワーってそういうもんですからね。わざとこう操作をしづらくして、ね、恐怖が増すっていう、あのバイオハザードのラジコン操作と同じ発想ですよ。操作しづらいほど恐怖あると、うん、食器の方じゃないんだな、見るのな。この辺にさっき現れましたね。とりあえず一周したな、これで。
アングルがね、グワングワン回るからね。来るか。あれ来ない。さっきここ来たのに。天気が来てないみたい。これだよな、カードキー。まあ無理だろうな。うん、カードキーは使えないと。どっかにブレーカーあったかな。はい、進まなくなりました。うん、カードキー使ってもね。はいはい。なぜかここは自動送りだと。すごい長い自動送り。まあ飛ばしたら分かんなくなっちゃう。あ、バケツある。じゃあ同じバケツ。そんなこと、これ調べないと。あ、ブレーカーあるじゃん、ここに。ブレーカーポールなんだ、ここに。これか、これや。ヒューズを交換すればエレベーター動かせるかもしれない。はい、だったらあるね。横にヒューズあるじゃん。うん、出っ張るんだけどな。これもう帰るだろ、これ。帰る。あー、直せないですね、やっぱり。これをなんか違うヒューズをこっちに持ってくるってことはできない。ってことはどっかで新品ヒューズを探さないといけとか。まあホラーゲームあるんですね。ヒューズが飛んでいるってことは、今俺25セント持ってんじゃん。これはもう名推理。このドラム缶の中のこの、洗濯槽のヒューズを使う。で25セントどっかで使うね。これ使えるか。25セント使えないか。この25セントの使う、25セントをヒューズに変えるってわけだもんな。そう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 。ここじゃねえかな。これヒューズ持ってんじゃない、これ。開ける。金払って開ける。違うか。あれ？金払って開けて、その袋の中にヒューズが入っているパターンは、名推理と思ったけどな。あれ？せやかって工藤。ほんまか工藤。ちょうど今、なんか、名探偵コナンの映画が、なんかね、そろそろ、金曜ロードショーで始まるらしいですけどね。せやかって工藤。ほんまか工藤。ちくしょう、せっかく人のブラジャーパクって頭にかぶろうと思ったのに。レレおかしいぞ。このイケアっぽいカゴもあるしな。ダメだ。俺の推理は外れた。おお。そろそろ来んじゃねえか、シダーマン。さあ、謎解きですね。あ、来た。そう、ランダムセッティングが来たな、後ろから。でもさっき発見したね、あ、ね、ニュールームがあるんで、ニュールーム隠れついでにバッテリーも充電しよう。 OK、 308は初だから多分許してくれる。はい、来たー。でももうここを隠れちゃったら、あとは消火器とバケツしかないですね。チョキチョキー。大丈夫、1回目は許してくれる。チャイン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 。大丈夫よね、大丈夫よね。え、ダメなの？これ新しい部屋なのに。厳しい。じゃあもう、お前、消火器や、もう、食べたか、お前。初回特典通用しないんだけど。なんだ、あ、襲われてる。
近い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 。あれ案外弱いと思う。いや待てよ、倒したの？倒してないで。じゃあ消火器行くしかないか。結構小ぶりだったな。あべ、やべ、怪我してる、疲れてる。ここなんか視界が歪んでるぞ。大丈夫？オッケー、休ませ。ストップ。落とすんだよな、後ろから。よし、危なかった。あー、早く、早く、正気に、正気にヘッドスライディング。いけいけ、来た。これよ、クロックタワー。お覚悟よ。あ、どうだ。バーやったか。よし。よし。あ、もう使えないか。超貴重な消火器が。なるほど。殴んないと。消火器は殴んないと。無限に使えないよ。ゴーセットみたいに。汚い男は消火器よ。消火してやったぜ、あいつ。やっぱ消火器見ねえとクロックタワー始まった気分しねえよな。とりあえずスマートフォンやってみよう。よし、さあ行こうか。スマホ充電。そう、消火器の使い方分かってないですね、この人は。スマホ充電してみよう。スマホからヒューズが出てくる。なことねえよな。はい。ヒント。あ、来た。J フォン。ジョンフォンだよ。J フォン懐かしいな。よかった、これでスマートフォンが使えるわ。はい、まず電話、電話、国際電話、国際電話。起動画面には持ち主の名前だろう。ジョン・トンプソンという名前が書かれてる。あ、ジョン・トンプソンじゃん。あれカップルじゃん。写真撮ったやつだ。スマートフォンアイコンを仕事でようかの。はい、あ、任意セーブか。おお、暗いところをライトで照らせと。おお、なるほどね。あ、これでライトや。スマホをライトにするって新しいですね、発想が。またホラーゲームしては近代的。いいね、いいね、面白いじゃないの。急速充電にも程があったな。めちゃめちゃ急速充電でしたね。ライト、待って、ちょ、こっち、よし、温まりポイントよ。あら、やっぱ携帯って便利。あれ、壊されてる。あの化け物がやったのね。本当にいかれてるわ。そう、すべてのクローゼットを破壊されちまったね。これはヒューズあんだろ、これは。私のスマホはないわ。これ置いておいたのに。マジか。あ、これ自分の部屋か。わお。いや、いるね、これ絶対自分の部屋。やばいやばい、暗い暗い暗い、やばいやばい。これ絶対いるわ、自分の部屋。自分のスーツケースだ。あんな化け物相手に使えるようなものなんて持ってきてないわよ。ショットガン持ってきてないか。結構そんなに電池の減りは早くないですね。かわいい、ピンクの服着てるんだ。何？え？助けて！警察よ！警察に違いないわ！もしもし、モニカ、モニカなの？あ、ジェシカだ。ジェシカ、助けて、変な化け物が人を殺してるの。知ってる知ってる。私もうどうしたらいいか。分かってる、その化け物なら私も見たわ。とにかく落ち着いて。落ち着くのよ。今どこにいるの？助けは呼べる？さっき別れたフロアにいるわ。
ここからどこにも出られないの。内線電話も繋がらなくて、あなたの部屋番号は覚えてたからかけてみたらようやく繋がったのよ。あ、死にそう。そう、こちらと同じね。とにかく合流しましょう。今から上のフロアに行くわ。ええ、パーティー会場のフロントで待ってるから。まあ、こう騒ぐやつは死ぬよね。ボソボソ、こう騒ぐやつは死ぬよね。電話。まあで、まあ繋がんないよな。船の上だしね。 SNS、 あ、ツイッターじゃん。わお、なんだろう、グッと押しとこう。なんじゃこれ。スタッフさん映ってんじゃないこれ。怖い、でも暗いな、怖いな。いや、逆ギレしてたな、女の子な。ヒューズない、ヒューズ。モニカのこの冷静感やばいな。まあ落ち着いて、ステイステイみたいな。まるでアヤスカのように。いや、モニカ氏半端ねえっす。あなたの肝の座りを半端ねえっす、モニカ氏。え、アイテムないの？あんなやつの電話そうだったの？なんかあるべ、なんかあるべ、あった、なんかある。テーブルの上には旅行用に用意しておいたスプレーが置いてあるわ。防犯スプレーを買っておいたんだっけ。あの化け物に行くかもしれないわね。なるほど、じゃあ逃げ込みポイントな、これ。逃げ込みポイント出たな。防犯スプレー、これは2ですね。これはクロックタワー2で使った防犯スプレーだ。服ないのか、その普段着ないの。これドレスでまだ行くのか、まだドレスで行くのかい。これ歩きづらいよこれ。スニーカーとか運動靴とか持ってこなかったんかね、この子は。結果、収穫は謎の女。この程度か。まあ、上の階で落ち合うっていう目標できたのはいいことだな。主犯かと思いたくなるような冷静さ。あ、何？あ？はいはい。あ、私だ。いやー、ジョン。セレブな船旅の感想はどうだい？こちらはすっかり困ってるよ。お前さんみたいに腕のいい電気技師はそういないからな。ところで、ちょっといいかしら。お、あれ？あれ？ジョーンじゃないのか？奥さんかい？違うわ。それより急いで助けを呼んでほしいの。は？あんた誰だい？それジョンの携帯だろ。いいから話を聞いて。殺人事件なの。人がたくさん殺されてるの。よくわからないが、拾った携帯でいたずらをやめなよ。早く携帯をジョンに返してやってくれ。出た出た、信じねえやつ。ちょっと話聞いて。あ、いや、話聞いてホラーゲームあるある。助かったと思った瞬間、相手がポンコツ。大抵助けを求める相手は話を聞かない。これお約束、この世界の法則。さーて、でも今電気技師って言ってたから、そうか。あの部屋にヒューズあるかもな。電気技師とは。そうか。あれだ。なんだろう。鍵のかかってるバッグがあったから、電気技師ってことは、あのバッグの中にヒューズが入ってる可能性が高い。これは、名推理？これは名推理なのでは？あいつの部屋こっちよな、電気技師の部屋。いたずら電話じゃないんですけどね。確か303号室だったな、あいつの部屋は。おっと、これはもろたてくど。ここにヒューズがある。確かこの部屋だったよな。これ頭ドーンしたやつ。なんちゃらトンプソンだろ。ああ、施錠だよな。鍵を。これをぶち壊せばいけるな、多分。確か、これか多分、ジョン・トンプソンだよな。ここまで来たぞ、推理が。そう、やっぱジョン・トンプソンだ。ってことは、こいつは電気技師だ。ってことは、ヒューズが入ってる。この部屋の、どこかに、ヒューズがある！てるるるーん。スマホ充電器。まだいいかな、充電。この部屋のどこかに犯人はいるぜ。備品だけか。どこかに鍵はないか。
スマホ、SNS。マザーアバウトオーシャンズ。ヘルプ。助けてくれ。送信。あ、ちょっとか。ツイッターに送ったか。ツイッターに助けを呼んでみた。ここにナンバーロックのヒントとかねえかな。なさそう。とりあえず助けを、ツイッターで助けは呼んでみた。こっち出しよっか。一応全員かけてみよう。この人の携帯ですからね。で、今つながらない。よし。あとライト以外ないか、スマホは。オッケー。まあ、これでオリデン来たら、先生、オリデン。その人の死体がな、ここのジョン・トンプソンの死体がどっかにあったら多分鍵持ってるんですよ。鍵、まだ鍵がね、壊すもの。25セント、あ、なんかある。あ、これか？この人に鍵ある。うわー、違ったかー。この下に鍵あると思ったかな。今もろたれ思ったかな。まあ、これが初見プレイですね。このじわじわとそのね詰めていくんですよ、どんどん。謎、何なんだこれと思うところでだんだんヒントから答えを導き出していく。これはクロックタワー。クロックタワー分かっちゃえばね進むの早いですけどね。いやー、もうそろそろ来んじゃねえかな。あいつラクラクポン。よし。じゃあ、こっちだ。お、来た、やっぱり。折り返し来んじゃん。あ、渡した。もしもし、ジョン、アンジーよ。そっちは大丈夫？なんだかエレベーター動かなくなったって、みんなが騒いでたけど。お、あれ？この船の人だ、アンジー。あ、あの、もしもし？あ、あなた誰？ジョンじゃないの？そう、スマホを拾ったんです。フロントに届けようと思ったんだけど、今こちらはエレベーターが動かなくて。そう、拾ってくれてありがとう。それ、夫のジョンのものなんだけど、彼はそのフロアにはいないのかしら。そう、見ないんだよね。ヒューズないから、ヒューズ。あ！いえ、ちょっとわかんないです。そう、それもそうね。あなたはジョンの格好も知らないでしょうし。ほう。エレベーターが動けば、フロントで落ちられるんだけどね。どんな格好したの、ジョンって。さっき喋ったんですけど、ヒューズが割れてない。起きた！これか！ヒューズが割れてたみたいで。それぐらいなら彼の持っている道具でもありなくそうだね。おーし、ちょっと、やっぱそうだよ。やっぱそうだよ、コナン君。彼は電気技師だったから、いつでも道具をトランクに持ち帰ってる。なんで旅行にさ、ヒューズ持ってきてんのよ。ジョンの背格好を伝えておくから、彼に会ったら修理を頼んでみて。クルーの人たちが直すより早いかもしれないわよ。それじゃ、鍵の場所聞けー。そうか。まあ、ジョンはエレベーターで死んでるんだよな。そいつのエレベーターで下に行こうとしたところで死んでるんだよな。もう一人電話したよな。もう一人かかってくかな。ってことは、ジョンのポケットの中に鍵がある。これフラグ立ったんじゃないか。いやー、すごいな。ヒューズ。よし。旅行でもヒューズを手放さない電気技師の鏡。みんなもこれからはね、ちゃんと、そうだよ。船旅でもみんなね、ちゃんとね、ヒューズ持ってくんだよ。危ないからね。いつでもヒューズは、体から離さずに、肌身離さず持っていくこと。わかりました？皆さん。俺も船旅するからヒューズ持ってこ。ヒューズと工具を持っていかないとな。いつこんなね、ハサミを持った男が、現れるかもわかんない。そんな辺あれば憂いなし。持ち主はもうな、死んだとは言えねえよな。でも他の階は人生きてるんですね。あんただよ、あんた。スマートフォンだけ鍵持ってねえか。鍵ないか。もう一回電話してみよう。誰かあんでこれかけて、多分誰かにかかってないんだよな。折り返し、もう一人多分ね、ヒントくれると思うんで、とりあえず全部かけとこう。あと、防犯スプレーもね、そう、防犯スプレーも絶対必須ですね。
クランクも忘れずに、やっぱりクランクと、じゃあ分かったわ、みんなが旅行に持っていくものセット、クランク、防犯スプレー、ヒューズで消火器ですね、これは絶対旅行中に持っていかないと危ないですね。これがあればまあ大丈夫。あとバール、それを持てば大丈夫。さあここまで来たか。さあ晩酌尽きたか。これ電話返ってこないとな。だからあの鍵がどこにあるかですね。その彼のトランクの鍵が見つかったらもう一気に進みますよ、総理。うん。303号室のこのトランクなんですよね。で、これ話をしたから、これで悪フラグ立ったのかな、もしかしたら。これで悪かもな。尖った石、尖った石もいたんですよ。尖った石で壊す。これだよ。いける？うおー！聞いたー！聞いたー！めちゃめちゃ嬉しい。暗証番号、暗証番号だろ？知らねえよ、バーカ。知らねえよ、バーカ。あ、分かっても言わないんだね、これね。分かってもコメント書かないように。暗証番号か。誕生日とか書いてねえかな。聞いたー。電話が暗かったのか。あら。この写真の持ち主は、もうエレベーターが冷たくなっている。211。絶対違うな、これ。絶対違うな。電話番号とかありそうだけどな。携帯電話が全てを握ってるかもしれない。どっかにあるぞ、これ。ツイッターだよ、ツイッター。山崎浩一さん。どこかに、数字のヒント。このいちごの、いちごの数。絶対違う。このいちごの数をパスワードにしたかもしれないかな。よーし。船旅。あ、でも船旅かだな、俺。船旅しますよって。うん、いちごの、やっぱりいちごの数かな。助け求めたけど。違うな。SNS は関係ないか。やっぱ2236かな。4桁だろう。あ？あ、SNS って言ってる。え？あった？やっぱイチゴの数じゃん。あとバースデーか。だってなんだ、やっぱり誕生日だよな、こういうのって。ってことは、あ、でもケーキだから、そうか。イチゴの数じゃなくて、The Chef and in My Birthday。My Birthday だ。2016だろ。0314。これだろ！これだろ、0314。これはもう名推理。0314。これ英語読めないとダメですね、バースデーとか。0314。おい！いやっほい。え、フューズある？なんもないぞ。あった。今空気を握りました。空気を握りました。空気を握っていく。電子武器の入った小さい小箱があった。なんで本当にこのヒューズ持ってきたな。電池工事士きたー。進んだぜ。しゃあ、0314、3月14日お前の誕生日。SNS 握られてるとこうなるんだな。怖っ。俺も携帯気をつけよう、落とすの。みんな携帯落とすとこうなるんやで。しかもガバガバな誕生日、ね、暗証番号とか使ってるとこうなるんやで。うん。よし。来たぜ、ヒューズ。でもこのヒューズはこれ名探偵でしたね。当たりましたよ、これ。電気工事者ヒューズを持っている。で、そのヒューズの場所を迷ってると。よし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 。ってことはこの、でも25セント。そしたらこの25セントは一体何なんだ、これ。まあいいや、まだこの先かもしれないしな。よし。しっかりパスワード設定しないとね。パスワード設定をしないと。
取られちゃいますから。よし、まあ死んでしまったら意味がないかな。よっしゃー、あれどこだっけ、やべ、これ迷ってるとシザーマン来ちゃうぞこれ。あ、ということで今日も高評価とチャンネル登録応援ボタンお願いします。おせっさ宣伝します。探してるうちに YouTube 宣伝。はい、初めてと初めまして、ゲーム実況11年やってます小島天と言います。ニコニコから YouTube に引っ越してきました。もう長時間配信できるようなベテラン実況者になりましたので、ぜひぜひ、ね、ホラーゲームとか長時間やってますんで、このチャンネル入って一緒にホラーゲームを楽しんでいきましょう。チャンネル登録するのは今しかない。チャンネル登録しても後悔はさせません。はい、一緒に楽しんでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。そして高評価、応援ボタンもお願いします。みんなが押してくれるとね、人が集まりやすくなったりもしますし、活動のね励みになったり、現にね、なんだろう、人が集まりやすくなりますんで、はい、ぜひぜひ、そういう意味でもね、グッドボタン押してもらえるとね、活動の継続につながりますんで、そう、活動の継続につながりますんだよな、活動の継続につながりますんで、今日もね、1200ぐらい目指してますんで、ね、応援ボタンもお願いします。はい、宣伝終わったけどまだ見つかんない。今見たら視聴者数がシコシコ、マジで、あ、そんな来てんの今、あ、本当はめっちゃ来てるやん今日。めっちゃというか、まあまあいつも4000ぐらいは来てもらってますけど、あら、今日もそんな来てくれてありがとうございますね。ありがとうございますねって、もうサザエさんみたいなことした今。あ、いたあいたあいたあいた、これどうだ、どうだ、よし、グッドボーイ。そしてこれでヒューズだな。エレベーターを、おお、ヒューズ忘れて上の階に行くと。はーい、ということで、まずこれヒューズを出すと。よし、お、700いった。お、あと200260でいける。またないと、ちょっとしょうがねえなーって、ね、いつもうるせえなこいつって思ってかもしれないけどね、いつも言っててね、めんどくせえなーとか思うけど、しょうがねえなーって思ってほしくて、ね、本当にその1分マジ大事なんで、マジ大事なんでね、押していただけると本当に頑張りますんで、お願いします。おー、すごい、今日みんな押してくれるの、ありがとうね。やっぱり新作ゲーム楽しいかい。俺も楽しんでるよ今、新作ゲーム上がりますね。まあ、新作じゃないけど初見プレイは、いやー、もう謎解いてめっちゃ今ドーパミンドッパドパですよ今。こんなとこ初めて来たわ。これは業務用エレベーターなのかな。あと190いけるか、いけるか、駆動ん、ぬるり、業務用か。800超えた、お、800超えた、さすが、素晴らしい、ありがとう、応援ありがとうございます。じゃあ俺それに感謝を込めてカードを切ります。ありがとう、最高。さあ、来たぞ、ついにニューステージ。どんな恐怖が、まあ上にはね、友達の女の子いましたからね、友達の女の子いたから、もうこれは合流してもパーティーですよ。何、どうしたの、さあ、何、ええ、ババ、なに、一般通行ババいた今、なに、怖いんだけど、なに、これビッグマーク、なに、えは、ライト、あ、いや、ライトって死んだ、はなに今、めちゃめちゃ面白かった、一般通行ババアめっちゃ重かったけど、そりゃライトやーと思ってライトつけたら死んだぞライトつけたら死んだんですけど何を見たの、あなたは一体何を見たの、モニカちゃん。ものすごい普通に通るからおもろかったな今、一般通行ババア。エレベーターガールババアいたわ。なんでこうつけてんの、これ映った、もしかしてこれ押しちゃいけないの、これコンティニュー、あ、ちょっと頼むよ、そんなことないよね、あ、よかったー、よかったー、今やべえ男見たもん今、よかったー初めからかと思った、このチャプター。短パンオブだもん、短パン少年。うわ、びっくりした今、一般通行ババアよりあの短パン兄ちゃんの方がびっくりした今。焦った今、生放送
放送事故かと思った今。一番怖かったよ今。今日一番怖かった今。あ、セーフセーフ。あ、よかった。個別でセーブしときたいなこれ。なんか事故起こすで怖いわ。25セント一体どこで使ったんだろうな、これな。おい。今日一ビビった。え、何や、何あのババア。あのシーンババアが謎すぎてやばいんだけど。これセーブどこでできるんだろう、これ。なんかセーブもできるって書いてあったな。おい、セーブ？メイリンにかけて電話する。メイリンにかけるとセーブができる。ないか、セーブ。まあいいや。よし。いやー、びっくりした。で、このババアどうするんだろうな。あ、多分電気をつけるタイミングが遅かったね、一票。速攻電気つければ、俺は勝てる。これはおもろだ、いくど。これ、もろいましたよ。何？一般通行ババアは電気に弱い。ファイヤー！やっぱりそうだ。で、つけた。電気つける。ババアつける。え？あ、そうだね、そうだね、そうだね。うん。タイムオーバーだったか。ババアリベンジ。一体ババアに何をされたんですかね。いない？よかった。モニカ VS 一般通行ババアだったけど。怖いなぁ。できたよ。あ、でも急になんか言えよ。とりあえずこれは友達のいる回ですね。さっき普通にね。いやー、 BGM おかしいって。なに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 、虫でもいいのこれ。虫の音これ。いやよこれ。これ電気消そう。眩しいわ。やだ、新しいステージやだわー。クリーニングセンターも出た。わー、すごいよ、もう消し積みがすごいやん。お前誰よこれ、墨汁誰よここで書き初めしたの。墨汁飛び散ってんじゃねえかよ。もうだから廊下で書き初めするなってこと。ピンだね。長いなこの廊下。あれ、これさっきのあれ、目玉王子の、これ目玉王子。あ、目玉親父ルームだ。目玉あるギガン。これ死にそうやなこれ。ライト使おう。ライトけどなんか白飛びするんだよな、やめとこう。白飛びするな。どう、この馬のションよりマシなカウンター。人死んでるわ。まあ一応なんかフロントで落ち合いましょう言ってましたからね。その姿もない。飲み放題ね。まあ、とりあえずバーボンを一杯。かっくらって。いや、これ絶対友達死んでるでしょ、これ。絶対友達死んでるって。もうハッピーアワー終わってるしな。ハッピーアワー終わったよ。プレステ1の起動音ぐらい怖かったってコメントかな。確かに怖いもんね、あれね。プレステ1の起動音怖いもんな。このアングル嫌ですね、これね。先見えないアングル。何これ、押せそう。木箱はすぐ廊下に飛び出してる。押すのかな。押せるわ。あ、消火器あんだ、消火器。勝ったな。もう何も怖くない。何が入ったのかしら。よし、爆、ダイナマイト、ダイナマイトよ。この船爆破しないと。まだ、違う。いや、まず開けちゃった。違う。待って。もうちょっと偵察をしたいよ。いや、無理っす。怖いです。無理っす。帰ります。ちょっと一杯入れてきます。ちょっとそこのバーで一杯入れます。そこのバーでナッツとオリーブでちょっと一杯いきます。カルアミルクショットでて。カルアミルクショットで行くしかないかな、これ。友達会いに行く、友達コマンド。ちょ、ここで待ち合わせですかね、友達とね。あれ、妖怪布切りじじい消えてんじゃん。
のきりじじい。カウンターの上にはフロントマンが切り刻んでいたドレスの切れ端が散乱している。はーい。めちゃめちゃ、けどナイトクライ面白いっすね。これクロックタワーやってなかったら操作性悪すぎるとか言われそうだけど、クロックタワーやってる人間からしたら全然わかんないわ。これなんだろう。あれ、俺の、私の買ったばかりのスカーフがなくなってるわ。私のショールが。誰よ、私のショール盗んだの。ちくしょう、あれ。メルカリで買ったのに、高かったのに。どうしてくれんのよ、もう。メルカリで、1万6800円で落札したのに。困ったわ、もう。落札はヤフオクですけどね。飲まなきゃやってらんないわ、こんなの。いねえ、友達いねえし、約束の場所にいねえし。ドタキャンか、あいつ。開かないわね。なんでこんな電気消えてんの、この部屋、この街。私の買い立てのショールが。あ、船の構図が乗ってる。おお、来た来た。出られそうな場所はと。カフェの2階からデッキに出られる。ちょっと待って待って、見てんの今。見てん、持ってけよ。まあ、見てんの俺今。勝手にしまうの、勝手に。2階ってどこよ。ここだろう。で、今こうなってる。こういう構造あったんだ。もうちょっとゆっくり見せて。見せろっつの。見せろっつの。もうちょっと、勝手にしまうんじゃないよ、あんた。うん。ここね。で、ああ、ちょ。ポケットねえのか、お前は、ポケット。もういいや。もういいよ。覚えるよ、自分で。頑張って覚えるよ。マップ来たー、思ったのな。ガンガン閉まってるな、この人。そんなに地図嫌いか。この段ボール、これまでじゃない。触る気がしないわ。鍵怖いな、これ。人死んで、これ絶対死んでる。絶対誰か死んでるに1票。10票ぐらいだよ、10票ぐらい。ダムが積み上げてるわ。いや、このアングルはおかしいもんだって。こっち向いて、あ、見えた。いるべ。なんかいるべ。うわ、絶対この箱入ってる。絶対あいつ入ってる、これ。俺わかるぞ。こう長年のクロックタワーの勘で、そのサイズ、あ、ここも、ニューヨークに行きたいかが3つあるな。どこかな。まあ、箱はシザーマンでしょう。鍵取ったらボーンでしょ、絶対に。これ鍵でしょ。フロントの鍵。はい。カフェの鍵、はい。カフェから出れると。また鍵取りに来たな、これな。いやー。先にロッカーからでしょ。先にロッカーからでしょ。まあ、取れ高的にはな。取れ高的には。え、こっちもすか。え、ち、いやー、ちょっと待って、見えてる見えてる見えてる。ジェシカ、無事だったのね。いやいや、おかしいおかしい。うわー、ですよねー。一発で引いちゃったー。大丈夫、衝撃これですね。ちょっと待って、一発弱っ。ちょっと待って、うわ、裏書かれた。絶対ダンボールだと思ったのに。クロックタワー1ダンボールじゃ絶対に。大鍵持ってく、うわ、これ入ってると思った。うわ、過去プレイヤー殺しだわ、これ。いけー、お物は消毒だー、いけー、バイバーイ。いや、持っとるなー。取れ高。思わぬところに取れ高が隠れてた。しかも3分の1を一発で引くっていう。一発で3分の1引いたな。大吉だったな、これ。まさかの大吉。いや、今年もいい子だそうだな。いや、シーン騒ぎすぎ、本当だよ。あんな死亡フラグをいっぱい立てるからだよ。こうなるとダムの気になるな。ちょっと他の話してみよう。じゃあ2番目は、はい、かかってる、はい。お物は消火器だ。
あのたまたまあいつが大丈夫ダメねもうあのコマンドすら出ないわね。ダメね。あもう完全もう大腸と小腸が出てますわ。あー1000いったありがとうありがとうございます。1000くったありがとう。高評価チャンネル登録ありがとうございます。すごい大腸と小腸がビロビロよ。ってことはこれはアイテムか。ほんとだ、ネジが数個使い道じゃないわね。ネジかち、なんだよネジかよ。シザーマンじゃねえのかよ。高評価チャンネル登録ありがとうございます。またの人よろしく。最高、チャンネル登録しててくれ。目標今20万人です。20万人を目標に頑張ってます。生放送だけで20万人だ。やってくぜ。ふぅで、鍵ゲットしたからここか。ここっぽいよな、鍵使えそう。でもカフェか。あ、でもカフェが違えな。カフェ裏か。そうだ、カフェっていうからあそこだろ、あのハッピーアワー。ハッピーアワーは、あれバーだよな。あれ一応海外だとカフェっていうのかな。あんまりでも地図見るのが早すぎてどこがカフェか見れてないんだよな。これバーだよな。ビアバーって書いてある。カフェ奥か。前にでも行ってみるか。2階がカフェか。2階行ってみよう。閉まってる。と、いや、殴り壊せ、殴り壊せ。おーし、あ、これで開くのか。来た、長いわね。いや、いるよな、いるよな。他にちょっと待って、バーの奥とかなんか回避アイテムねえかな。もう今逃げる場所ないと消火器使っちゃったんで逃げる場所がねえんだ今。あ、行けねえや、バーの奥。ダメか、残念。本当は段ボールかぶりたいですよね、あれね。スネークみたいな、あのサイズの段ボールなら結構いけると思うんだけどな。お、これかぶったら、そうだ、あ、来た。隠れるってよ、この人。隠れる気満々ですよ。ってことは、これ隠れるとか。オッケー。隠れるフラグ立った。お、これ殴れんじゃね、これで。こっちは好きっすよ、俺。ホールだ。なるほどね。これでまあね、ぶん殴ったかんな。クロックタワー、ゴーストヘッドはこれを武器に使ったんで。まあ、どっちか使う。ってことは、戦闘あるな、やっぱこの先は。ちょっと、誉れが。戦の予感がするぞ、俺は。一般通行ババア来るか。普段使われてないかったのか。テーブルの上に押すとこれがかかってる。はーい。来た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 。来た来た。まあ、隠れるよりかはやっぱりな、攻めの姿勢だよな、誉れだよな。何？何？え？は？え？何？何したの？なんもないんかい。ほう。いやー、これ奇襲来そうだなー。あー、暗い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 、ナイト暗い。これは暗いですよー。これはこれ来ないわけないなー。これはどのタイミングでびっくりするかぞ。これ多分これびっくりの予感。これはおびっくりです。おびっくり。さあ果たし合い来るか。果たし合い。おお、おお、まだこれ、おお、なんだ、暗いだけじゃん。なんも来ないじゃん。なんだよ、ビビらせんなよ。ちょっとビビっちまったじゃねえかよ。なんかこの隙間やそうだな。よし。ん？あ、出た。ライトがないとくらい。寒っ、今日。あ、遅えよ気づくの遅えよ。いや、驚きましたよ。まだフロアに自分以外の生存者がいたとは。笑ってる場合じゃないでしょ。早く逃げなきゃ。
化け物が来るのよ。分かってます分かってます。今ちょうど別のフロアへ逃げる方法を求めてここへ来たところでして。何か方法があるの？ええ、非常用の縄ばしごがありますので甲板伝いに下へ降りようかと。本気？落ちたら海へ真っ逆さまよ。ではここに留まりますか？私は一人で降りますが。降りるわよ、早く準備して。はい、では。おお、頭から味噌が出てる人やん。妖怪味噌ダーシンじゃないか君は。おお、あ、2時間経った。2時間後、8月18日、2019年、2時間後。お、変わったぞ。なんだこのカーネル・サンダースは。うん、そうだよマリア、確かに出歩くの危ないかもしれないが、うんうん、落ち着きたまえ。ルーニーが心配というだけじゃないんだ。化け物を何とかする方法を探さなければ。ああ、分かってるよマリア、身の安全には気をつけるつもりだ。君は学生たちを頼むよ。なんだお前、ルーニー好きなんか。あ、なんだなんだ、急に来たな、カーネルさんだ。主人公変わったぞ。あ、携帯持ってるこの人。お、すごい、ま、マチュかっこいい。めっちゃ銃だけ持ってるな。まあ、フラグ立ってこう。一方その頃カーネル・サンダースはってパターンか。ここ、あ、寿司、あ、寿司食ってる、ジャパニーズ寿司。田中雅人さん、何このサングラス、モザイクになってる。ブラジャーみたいなサングラスみたいなこと。急にぬるたちゃったな。何このおっさん、何ルーニー好きなのかな。マリアって多分嫁かな。先生っぽかったけどね、校長先生かなんか。でもそうだよ、私は脱走するために、違う、ルーニーダメのためじゃないとか言って言い訳したから、多分このおっさんルーニー好きやで。そのなんかモテモテ暗いルーニーちゃんが好きそうなのにさ。めちゃめちゃ、あ、ルーニーかけてみよう。ラリーか。全部かけてみるか。一応ワンディッシュめちゃめちゃな。なんかやっとくと、全員にワンギリしとこう、とりあえず。なんかのフラかもしんない。全員ワンギリ。折り返し来たやつはマジ神。いや、完全嫌がらせなんだよ、これな。みんなワンギリ。さっきこれによってね、ヒントもらいましたからね、これワンギリで。全員ワンギリ。OK。ゾッピングシステムなんだな。友達多いな、かっこ嫉妬。嫉妬嫉妬嫉妬。なんだこれ。お、クレーンゲームあんぞ。ふむ。プレイヤーはまだ生きているのか。とはいえ、肝心のツルズボートがないのではな。ほう、ボートがあったら吊るせると。なんかいる。こんにちは。あ、レナード教授。大変なことになってますね。エリック君か。君たちは状況をどこまで把握してるんだね。お恥ずかしい話ですが、予約の皆さんとそれほど変わらないと思いますよ。分かっているのは、船内で大量殺人が起こっているということだけです。内地の各エリアの移動が分断されている上に、船長や運航クルーたちとも連絡が取れてないんですから。しかし、救助は呼んでいるんだろう。だといいんですがね。君は確か、パーサーのコーヒーです。いや、あ、コービーだ、コービー。ああ、すごかったかな。部屋のシャワーの調子を見てもらったね。いやー、参ったよ、あの時は。あれしろ、いきなり、氷水のような冷水が出たかね。思わず私も、女の子のような悲鳴を。あの、教授。今はそれどころじゃ。喋りたがり教授やな。ああ、そうだな。すまん、すまん。それにしても、一体どうなってるんだね。これはまるで海賊がテロリストにでも襲われたかのようじゃないか。避難誘導も考えてフロントパーサーと様子を見に行ったんですが、もう見ましたか？救命ボートが軒並み消えちまってるんですよ。これは全てかね。おそらく。うむー。救命ボート。まあね、もう遭難状態になるからね。ちょっと水飲みます。よし、水飲んで。
なんだろう、このゲームすごい喉乾く。今立てこもってる。よし。まだ合流できない学生というのも気になるが、とりあえずここに立てこもるするか。でも学生と一緒に立てこもろうっていう話だった。学生こんな豪華乗ってるんだ。うめえ。商業フラの倉庫ですか。なるほどなるほど。商業フラの倉庫に混んでましたね。よし、なんかあるぞ。ロケットランチャーか。この中ではビニール製らしき赤色の布状のものが折りたまれて収まる。これ救命ボートじゃん。これはもしかしてゴムボートか。いや使えよ、準備しとけよ。どうやら中には空気を入れるタイプのゴムボートのようだ。あー、空気入れがないとダメ。モンストゥーンかな、貨物船からの脱出かな。なるほど、じゃあ救命ボードとリールとあれだ、修復テープ、リール、そして空気入れを揃えたら多分ゲームクリアだ。なるほど、クレーンもリールがないから回さないからな、これ大変だこれ。よいしょ、よし、行こう。仕方あるまい。え、だって空気入れないよ。ゴムボートよりかはまだこっちのが安全だけど、漂流怖いからな。発信機とかあればまだ分かるけど。うん、立てこもってると。コーヒーちょっともうちょっと。誰か救命ボートを全て流した。我々を脱出させないために、そう考えてのがいいかな。それもあるでしょう、教授。なんだ？あ、なんか燃えてる！あ、めちゃめちゃ燃えてるやん、救命ボート。じゃあ、ヘリコプターか潜水艦で脱出しないと。かがり火。いや、どう見てもあれ救命ボートでしょ。この辺りは小さな無人島がたくさんあるんですが、その一つが、あの明かりが先ほどから見えてたんです。無人島？じゃあ誰かが乗り込んできた？救命ボートで無人島に向かった連中がいるのでは？あの明かりの正体、何だと思いますか？この船の乗客が来る、あるいはその両方が救命ボートを利用して無人島に渡ったということだね。私もそう思います。ただ、目的はわからんのです。船から脱出するだけだったら他の救命ボートそのままでいいわけですからね。ふむ、連中を追う必要がありそうだが、まさか泳いでいくわけにもいかんしな。それにこれは内緒だが、私はナチュラルボーン金槌師なのだよ。ああ、俺泳げねえんだよな。あ、あは、それはお気の毒ですね。めちゃめちゃ大将までコーヒー君大変だね、こんなに絡まっちゃって。ナチュラルボーン感じたからね。うん、ゴムボート、あれは奥にあるのはゴムボートじゃないのかね、聞いてますね。暗すぎて島ではなそうだけど、あれな、燃えてる船でしょあれ。進まないと話は。待って、行きます。進まないぞ。あ、動いた。黄色の箱。あ、そうでした、そうでした。緊急用に空気を入れるタイプのゴムボートも用意してあるんでした。バカだろお前ら、やり直せ。初めから入社試験か、やり直せお前ら。あれありました、そうでした、そうでした。そう、楽観的やなこれ。でも話進まねえし。あ、そんなことも備品にあったな。一生使うことはないと思ってたんだかな。これクリックしてもこれ進まないんですよこれ。ナチュラルボーン金槌だから、入ったら沈むんじゃね、船ごと、救命ボードごと。俺もちょっとナチュラルボーン金槌で使おう、海行ったら。よし、では2人とも頑張ってボート膨らましてくれ。私も応援するから。え、口で膨らますの？鬼かお前。口？応援するからとか言って。しかもなんでこんなどうでもいい話がこんな長いんだろう。進まない、進まない。アテレコでも必要だったのかなこれ。教授は応援だけですか？なぜか。すまないが、肺活量には自信がなくてね。いや、このなかったら、明らかにお前が一番肺活量ありそうやけどな。
医者にもボートを膨らませないようにと止められてるんだ。その医者ここについてこい、その医者を。話がね、進まないんですよね。口は無理だろう。はあ、では急ぎましょう。え、口で膨らますの？マジで？え、行くの？口で。やば！ポンプとかあんだろ。口で膨らましてる。何が起こっているのかわからんが。本当だよ。あの島に行っている連中が知っているだろう。これ口で膨らましたの？これ。よいしょ。すごいね。連中はテロリストか何かだと。さてね。犯行声明も出さず犯行を続けるテロリストなど考えづらいね。うん。とにかく行こうか。はい。下からざっくり来んじゃない？これ。ゴムボートは割られるよこれ。ゴムボートは割られるもの。ハサミ。お、行けた行けた。なんだよ、ゴムボートの弱点挟めたことある。ひとまず私が様子を見てくれ。君たちはここで待っていてくれたまえ。本当に島だった。それは危険では。ボートを誰かに守っていてもらわんと船に帰れなくなるからね。それに私もそんなに無茶をする気はないよ。そうおっしゃるなら。来ちゃったよ、急に無人島南の島編が始まったぞこれ。サンダースの夏休み編が始まったぞこれ。夏休み、その気配がありませんね。おかしいな、滝場ってな。どうやら先に上陸した連中は島の奥に向かったようだな。いや、向かわんだろ普通。朝まで待つは浜で。本当にトイレ行かれるおつもりですか。ああ、何かあった時に船へと戻るもの、私に知らせに来るもの、そうやると二人はここに残っておきたいからね。残し一人でいいんじゃね。だったら私は行きたいが、私の方が若いです。別に先に上陸した連中と戦おうというわけじゃないんだ。大丈夫だよ。はあ、ならいいんですか。いや、どうすんの、チーターとか出てきたら。チーターとか巨大カメレオンとか出てきたらどうすんだろうな。痛めたのかね。 いえ、どうも潮風当たってると首筋が痒くなってくるんですよ。あ、これエリックってさっきの受付か。それは転職を考えた方がよさそうだな。はあ。首筋か。あれ、首筋女と行動したよね。で、ボートだろ？救命ボートがあるって言ってたから。そうか、じゃあ先に、女の子はここに来たんだ。モニカが多分ボートでここに来たんだろう。なんでここに救命ゴムボートがあるの？誰か膨らましたこれ、口で。みんな口で膨らましてんだよ、これ。何も残ってない。手がかりを期待するのは、無駄のようだ。あれ？救急用のゴムボートなんだよね。普通の救難ボートじゃないじゃん、これ。みんな肺活量すごいな。ガバガバやな。普通あれでね、吊るしてあるボートって木のボートですからね。なんでこんなにゴムボートあんの？先の連中は木のボートを使ってここの島に来たんじゃないのかい。なんでゴムボートなんだろう。救命ゴムボート、それじゃ亡くなった数が考えると数が合わんような。これ以外の浜からも上陸してる連中いるかもしれない。え、ゴムボート吊るしてんの、あの船。救命ボートしてどんだけコストを削減してんだよ。足跡がある。足跡か、まだ新しいな。先に上陸した連中のもののようだが、一人や二人のものではないようだ。もうちょい画面明るくするか。おお、ハサミとはシザーウォーカーです。シザーウォーカーがここに来てるかもしれないな。シザーマーマーもう死んでますからね。1と2で。1と2でシザーマーも死んでるんで、シザーウォーカーっていう名前なんでしょう。さあ、バロー付けとかも全然関係なさそう。なんだこれ、キーカブか。進めんぞ。ん？しゃがむなんてコマンドないぞこのゲーム。ん？
あ、出すと膨らむやつだ。そういうのあるの、プシューって。抜け道があると、抜け道を探せか。あ、喋られるわ。いや、 BGM 不穏ですね。なんで一人で行こうと思ったのか。木の茂り具合は不自然だな。あ、誰か道隠してる。じゃあ何かから逃げようとしたのか。逃げてきた人たちはなんか見てるな、これ。シザーマンから逃げるように道を隠して奥にいたの。ワクワク無人島編、ワクワク夏の無人島編、8月ですからね。僕の夏休み in ナイトメアですよ。ナイトクライ、僕の夏休み in ナイトクライスタート。とりあえずまずは巨大アナコンダとのバトルが始まるからね。あ、え、もうさす、地下、早速なんかいるんだけど。待って待って、危ない。え、仮面かぶってるよ。え、仮面かぶってる。あれ、敵じゃね？敵くせえな、あいつ。こっちなんだ。クロックタワー感ゼロですね、この後。これ行き止まりか。でも行くしかねえか。まあ、死ぬかな？ちょっとやってみよう。行ってみよう。こんにちは。こんにちは。お元気しますか？前なんか行けなかったわ。いや。買わせた。話しかけない時点で敵だな、多分きっと。まあ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 、でも取れ高もあるんでね、ちょっと一回見つかってみるか。フォーフォーとか言って現地人みたいな槍を持って襲ってくるかもしんないしな。しかも奥進めねえし。こんにちは。あれ？ガンスルーですよ。よーし。こんにちは。はい？何その仮面？え？先住民。よくわからん。先住民との会話もなかったな。言葉多分通じないか。じゃあこっち行ってみよう。まるで何かをね、警戒しているようだったけど、何事もなくスルーされましたね。まさか俺死んでんのかな。奴らには見えない得意体質の顔したんだ、これ。べし。ディノクライシス感半端ないな。錆びたガスボンベが置いてある。よし、とりあえず爆破して注目を集めてみようか。かろうじて読み取れるラベルには、1970年と書かれている。古っ。確かガスボンベの充填期間は20年程度だったと思うが、随分黒い代物だ。詳しいね。そうなんだ。20年なんだ。滑り止めのゴムがついた軍手だ。こんな森の中なら役に立つ雨があるかもしれないな。お、ゴム手袋もらった。ホームセンターで30円で売ってるやつ。巻き感。なんだろう、変な仮面。変態仮面。ダンボールの底に野球のボールが押し込まれてる。おい、いじゃん、いいじゃん。おい、その野球しようぜ。よし、あいつの顔面にさ、ボールぶつけようぜ。そしたら怒るんじゃない？ほう、この館の主に初めて人間味を感じるものを見つけたぞい。私も昔は、レフティーに憧れて、スライダーの練習をしたものだ。渋いなぁ、スライダーの練習は渋いなぁ。一応もらっておこう。まあ、野球ボールはね、あの溝の深さを知るために必要ですからね。あ、木の棒も無駄だ。木の棒いいじゃん。野球ボールとセットで置いてあったところを見ると、棒の方はバットでも使ってたかもしれないな。いいな、今すごい文才を感じた。ここでスライダーを出してくるのすごいですね。渋かったな。無線機か、まだ使えるようだ。これなら救助呼べかもしれない。はい、呼べよ、呼べよ。あ、呼べた。え？なんもなし？あ、そうなった。なんだ今のは。聞こえましたね。これは肉質だな。この部屋にいた人の日記帳来た。日記来ました、日記。今日は島の木の実を採取、割って食べたが美味しかった。
海岸の岩場で潮が引いている間に小さなカニを手に分け、売れ食べた。美味しかった。部屋に侵入してきた野鳥を捕獲、焼くとかなり美味しかった。何これ、何これ、こいつ何を食べても美味しいとしか書いてないな。ダメだ、これ絶対あの食レポリポーター向いてないですよ、これ。美味しかった。うまい、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 うまい。次の日記、もっと日記見たい。ね、次何か、カエルとかなんていうか、カエルだ。ダメか。木の実は美味しかった。同じか。入れたら美味しかった。うまい、うまい。何を食っても美味しい。いや、こいつ幸せ者だけど、リポーターにはなれないですね。実況者にも多分なれないだろうな、これな。実況者も無理だろうな。もうちょっと、膨らまさないと。20番。これなんかあんのかな。これ一個一個やん、これ時間かかるな、これ。やっていきましょう。読み込みが長い。なんだ？え？はい？え？は？生きてる？大丈夫？毒電波？もしもーし？もしもーし？何？何？え、何？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 え？何？毒電波？やめろーとか言って。はい？何を言ってるんだい、君は。急な毒電波で死にましたけど。おう。突然の死。なんだ、どっかの妨害電波か。人生の妨害電波による死亡か。なんじゃなんじゃ。多分手当たり次第は許さない。そういうことか。ちょっとスライダーと、あ、そうか、ちゃんと調べてやれよと。殺すぞと。ズルは許しまへんで。あ、これが1970かな、もしかしたら俺。19、いやでも電波だかんな。やりすぎはおしょげやんない人な。1回なら許す、2回目は許さんのことか。1970、あ、ならないか。いや厳しい世界じゃ。ここはさっき03番は反応あったよな。これだ。一応これはつなげておこう。ただこれが外れの可能性もあるな。そもそも1970はないからね。うむむむむ。で、やっ、あ、なんかある。棚があるな。あ、スマホか。なるほど。もう見せないぞ。これ、なんかポサな。確か、ベティ、グレーブじゃなくて、そう、ベティ・ページだ。しかし、彼女が活躍したのは1950年代だぞ。その頃、ピンナップということか。あー、1950年と1970年。これ多分ヒントっぽいな。待って。1970-1950 は20。20番か。お、これ、まさか、俺、名推理これ、もしかして。ガスボンベが1970だろ？これはなんだ？ケトル。あ、火ついた。あー、ガスボンベ、適当に補充してる。人が住んでる。まあ、さっき人いましたけどね。
はい。水。あ、水はそんな使わないの。錆びてんな。水道管錆びてますね。一応ライフライン確保されてると。はーい。俺もこれもう軍手持ってる班ってあるのかな。話が進まない。長い、これが。たまに固まるんだよ、この人な。あれ、バグった？ああ。どういうことなのかと。これ進まんのよね、これ。これはバグなのかな、これは。たまにこういう飛ばせなくんだよな。おお、まあ多分ロードしてるんだろうけどね。手袋も持ってるか。まさか20番か。これだろう。ああ。え？まあやっぱ20番だよな。まあ当たり引くと死ぬのか。なるほどね。食らってる最中にガソリンを飲むと知らないのかないから。毒電波ですね。いやいや、この毒電波、なんだこれ。お前進め。わからんかったな。まあ、とりあえずは野球ボールと軍手を持って進めよう。うがーって言って。回数なんかたまたま当たり起きたとしかな。あ、もう今日ターンってなってる。回数はもう一回やってみよう。これ90ベルだろ。90ベル。20確定なのかな。死ぬか。あ、つながった。で、20。あー、外れか。3回目で落ちるんだ。3回目で落ちですね。やめとこう。わかんねえ。なんか調べるもあんのかな。もうないよな。うん。日記も関係ねえしな。もうや、行こう。カニ湯で、で、野鳥。はい。これ、美味しい、美味しいしかないかな。一応これ、コーナーつけていこう。これ、ガスを使い切ると、後々何か、サイレンみたいに、フラグになるかもしれない。動いてる時点で。よし。で、つけっぱで逃げよう。あ、これクソ長いんだ。大丈夫か。水見ると長時間固定されるんで逃げます。行こう。まあよくわかんねえ、落ちちゃったな。こっち行ける。お、いいね、虫鳴いてんじゃん。いや、クロジュラシックワールド感半端ないな。ラプトルとか出てきそう。よし、開いたわ。こんにちは。なんなんこの人。こんにちは。すいません。野球ボールぶつけるか。野球ボール行ってみよう。おい、
ダメだ、キャッチボールできないか。キャッチボールできず。なぜかお互いに様子見合ってるっていうね。あ、こっちの上から回れるのか。裏から回る。で、首締める。裏から回って首を締める。あ、上回れたわ。あ、なんか洞窟なの、洞窟。これだとゴッグっぽいって話だ。ゴッグだよ、ゴッグ。ジャカンジャカンジャカン。ジャカン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 。ベルファースト攻略しそう。ジャカン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 。燃えとるな。あー、殺風景な洞窟ですこと。クラ。本当にこんな場所に逃げ込んだの、船員たちは。あ、いけた。じゃがん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 。お、木の実あんぞ。なんだこれ。干からびた果物だろうか。けらわしい茶色のゴミが床に散乱している。部屋の中がひどく臭い匂い、ひどい匂いだが、これは原因かな。花が曲がりすぎて後頭部までついてしまいそうだ。なにこれ。地獄の構えようこそ。これは。はい。なになに、人体実験。え。え。急にバイオハザードが。こいつなんだ、伝説のソニー B の一族の連中か、それとも。落ち着いたら調査団でも結成したいが、今はとても一度覗く気には、もう一度覗く気にはならないと。はい。なんじゃなんじゃ。なんじゃこれ。さりかけて泥水に溶けかけているような茶色の布が落ちている。つまむだけで手から一周が取れなくなりそうだ。わあ、ゾンビ。え、急にクロックタワー感なくなったぞこれ。人体実験もしてんのか。なんじゃこれ。地獄の釜にようこそ感半端なかったか。ちょー、賑やかだったな。ってことはこっからはあれか、シザーウォーカーじゃなくて違うクリーチャーとのバトルなのか。何これ、なんか遺跡なんだけど、これ無人島だろこれ。だってなんかいた、出た、反応しない人いたわ。え、やめろ。いや、逃げろ。からか。まっさりいったな。もう一回ここからか。よし。匂い。これ手袋できるんじゃないかな。まさかね。だよな。つまめない言うから。どうか、もう一回見るか。ゾンビなんか。
意識はなんかありそうっすよね。完全ゾンビ化してる感じではなさそうにも見えなくはないけど、まあゾンビ化してないから。これは。はーい。ただ平行だな。ブワー言ってる。ものすごいヘの音。ブリ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 。ベン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 。ブリ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 。なんだろう、走りづれえな、走んねえな、止まっちゃうんですよこれね。一回一回テコテコでまずライトを消すんだろうな。見つかったらついに殺されるが始まったんだ。さっきの入り口にいたあいつは多分バグだな。多分バグだろう。こう言ってるから一回離れて。危ない。奥のあの円盤なんかぞ。円盤、円盤いけ、円盤いけ、円盤いけ、オッケー。一気に円盤まで走る。ま、逃げて逃げて。危ない、おー危ない。なにこれ、 CD が飾ってある。レコードが。これはドラのようだな。こいつを鳴らせば周りの注意を引きつけそうだ。何かぶつけるもんないかな。はい、じゃあ、え、ここでぶつけていいの。いや別にええけど、いいんかい。ほい、ふむ、ボールでドラを鳴らせば見張りを誘い出すことができそうだ。ほんとかい。なんでお前マジドラがあるんだ。まあまあ頑張れよ。これ鳴らしてしまっては行き止まりに追い詰められてしまうそうだな。なんかあんの。ボートで熟した連中か、それともこの島に以前から住民がいたのか。おう、よく掃除されてるらしいですね。そうだ、じゃあドラ鳴らすわ。大丈夫、スライダーでいける。スライダーで、ちょちょちょ、やべ、え、どっからな。あ、これか、こっから投げるのか。じゃあ得意のスライダーいきましょうか。おい、いける。お、すげえ。いや、見えてる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 ねー。いや、いいコントロールしたな。堂々と見えてましたね。隠れているなら仕方ないでしょう。許してくれたな。許してくれた。なんか知らんけど超絶ガバでいけたわ。いや、もっと仲間来るべ。こんなご飯だよーって言ってくるでしょ。ご飯だご飯だーって言って。まあ、ドラとかってご飯以外で使う感じねえもんな。ご飯だよーって。なんかある。すごい、なんかサイレン2を思い出すな。これはサイレン2。木の扉、はい。おお、一応あいつら着替えをするという発想なの。ロッカールーム、あ、出てきそうこれ。なんか、いや、これ即死の予感だな、これ。お、オートミールがだ、オートミールが。缶詰だろ？ご飯だよーで。パーパラッパ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 ー。パッパラッパ。ん？ジアダのあちこちが剥がれた女性の彫刻だ。造形的特徴を見る限り、この彫刻には宗教的要素はないようだな。特に、カリカチュアされた要素も、記号的シルエットも解釈もやらない。ただの、なんちゃらな、チョコだ。どうでもいいや。細かいな、この人。あ、スマホだ。スマホを、そうそう、充電しよう。スマホ充電。え。あれ？あ、TA さん、スパチャルいただきます。ごちそうさまです。スパチャルいただきます。これ携帯電話がリンリリン。何？スマホ充電器を見たことなかったのかな。わお、セーブが完了しました。オッケー。おや、棚の間にこんなものが。なんだこれは。押しやす号の乗客名簿だ。これをかぶっていないし先のものだ。
しょうがねえなーがいるな。しょうがねえなーさんいますね。ゆたなりさん、横山さん。知った名前はここにはないようだ。この番号もしかして、あれか ?752486。752486とメモってて。あ、これ無線もんじゃない ?752486。メモった。まさかこれがポリタンカー元さんに捕まえてる。ほう。何もなくそんな番号かねえな。でも乗客名簿がここにあるとおかしいですね。なんで無人島に乗客名簿は？よく見分かれてるな。うわー出てきそうこれ。来る？いや鏡はまずいよ。不吉ですよ鏡は。うん？なんだこれ？これは、うん。山道や洞窟にいた連中がつけていた仮面のようだ。あ、かぶれかぶれ。しかし、半分に割れてしまっていては使い物にならんな。かっこいいじゃん。え？怖い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 。え？ってことは鏡の中だよ。鏡の中。さっきからこの出てくるシラスはなんだいこのシラスは。さっきからあっさり死ぬよ。鏡の中だと思ったら、いやちゃんと表にいたわ。あれか、シラスはお祓いをしないといけないかな。お祓いアイテムがないとダメなのかな。気にしないスタイルは通用しなかったな。見たらダメなのか、それともでも仮面の半分欲しいですね。ろうそく台、ろうそく台か。半分持った状態でここに来るといいかもしれないですね。これと弱いな。もう一回ちょっとやってみよう。これは、うん、山道や洞窟にいた連中がつけていた仮面のようだ。しかし半分に割れてしまっていては使い物にならない。正解はね、鏡の中に飛び込む。鏡の中に飛び込んで異世界に行く。それはクロックタワー3ですね。これはもう飛びますよ。野球ボールをあの人形にぶつける。何も言わんのかい。まあ、帰るまで待つか。やつが帰るまで待つ。なんか探してるっぽいですもんね、何かを。俺のことは見つけられてないわ。ライト、ライトで照らす。ライトで照らして、これで見る。はい、死亡です。はい、はい、はい、死亡。じゃあ次行こうか。もういいや、ここはじゃあ触ったら、仮面触ったらもうこの世の終わりってことが分かったんで、じゃあ仮面はちょっと後にしよう。もう片割れを見つけないでしょ。一体何だったんだあいつは。何のヒントもなくし、なんか近づいてきてるなーっていう感じはあったけどね。だ、探しながらもまあ近づいては来ると。こっちに隠し通路があるわけだよな。まあ、そんなことはなかった。何か必要そうですねこれは。まだ来るには早かった。シラス、またシラスがね、こっちまで行ってないからね、シラスが襲ってきますんで。じゃあこっちにそのシラスを撃退するための何かがある、何かがある。
んかキャンプしてる、楽しそう。おお、何キャンプファイアしてんじゃん。あの大きい焚き火か。周囲に仮面をつけた連中が大勢いるな。今までのように連中を見隠れて移動するのは難しそうだが、どうするか。あ、半分集めるんですね。行ってみよう。どうも。いや、もう何事もなく堂々と行けばバレない。そう、あのこそこそ、あ、なんか焼いてる、なんか焼いてる焼いてる焼いてる、火炙りしてる。いや、今日も背が出ますね。いやー、ダメだったかな、馴染めなかった、馴染めなかったですね。これは馴染めてないですね、これは。やめろ、ゆるキャン。肉焼いてたなぁ。いや、馴染めんかったなぁ。もうちょっとキャンパーらしい格好じゃダメですね、やっぱりね。しょうがないやったなぁ。コールマンのね、コールマンのガラガラとか持ってかないと。まあ、まあ、仲間入れてくれたからな。ある意味仲間入りましたね。ある意味仲間に入れてくれましたよ、これは。おぉ。ってことは、今持ってるのが、これ怪しいんだよなぁ。まあ、手袋をしないですからね、手袋ね。いや、ゆるい感じに殺されたな、今。ゆるかったな。仮面ないとなじめし、仮面半分しかないしな。親父狩りとか言って。だから親父狩りだよな。さっき言った75248を入れてみるか。ジジイはキャンプ入れてくんなかったか。設置がね、若者たちだ。シラス対策と仮面半分ですね。後ろのやつ、首折って、ねえ、まあ、ドラの方に注目したやつ、首折ってさ、取ればいいんじゃね、仮面。あれ、あ、ドラのやつ消えてる。ドラちゃん消えてますね。ドラちゃんどっか行ってるわ。このドラはなんかないんかい？宗教的なのは間違いないと。床舐めてみよう。床舐めたら階段が出るかもしんない。ドレスコード。よし。ちょっと戻ってみるか。ドーラちゃん、この奥、あいつらは仮面つけてなかったしな。ここは探索難しいぞ、これ。ドーラちゃん、後ろからナタとかで首を刈って奪うとかな。一応警備に回ってるやつが単独だから、そいつから剥ぎ取ればいいんだけどね、殺して。よし、ここなんかあり、あ、奥なんかいけんじゃん、奥いけんじゃん。ダメか、穴蔵もなんかな。ここに鉄を流し込んでねえ、やつらの顔面を、あ、なんかある。あ、芋か。孵化した芋か。と、備蓄層の。あ、接着剤、あれ、治ってる。匂い消えてる。お、やった、なんか接着剤もらった。あれ、なんで工具が散乱してる。なんで、え、さっきのこれ備蓄層だったのに。あれ、備蓄層治ってる。なんで意味わかんない。あら、匂いがすごくて取れない。なんだろう、なんか進んだぞ。接着剤もらった。まあ、その接着剤どこに使うか分かんないんですけどね。なんかあったかな、接着剤使えそうな場所。時間が経ったから匂いが消えたのか、ビチグソの。まあ、時間経過で変わるものがあるのか。じゃあ一回ちょっともらってみるか。仮面半分。
接着剤があるから、もう仮面もう半分見つかったら、多分、あれですよ。接着剤でベーってくっつけて、ってことなんじゃねえかな。もう半分あったらもうくっつけられるよっていう。どっかであんなもう半分。仮面武道館行くか。752486があるからな、ここに。なんか落ちてる。人骨。後ろから接着剤で倒す。ん？ノートかな。まだちゃんと調べ尽くしてないな、この部屋。752848はないですね。ヒントないか。死ぬ？これキャンセルできないですよね、これね。一回触っちゃうと。まあいいや。あれコーヒーのやつをこの夜間の蒸気に当てて、浮かび上がらせる。いやー、あるかなそんなこと。接着剤からだ。だからもう無線機触ったらほぼ死亡確定ですよね。無線機死亡ドラップですかね。アスパチャイト頑張ってください。頑張ってます。ありがとうございます。まあ今日はね3時間ぐらいを目安にやっていきます。ちょっとね動画編集があるんで、ちょっと今日はねクリアまでいけないけど、まあ3時間ぐらいを目安にやっていきます。続きは明日の8時からです。まあ2パートぐらいでくれていけんだろう。よし、ここだよな。こういう謎解きゲームですかね。まあ2400円のゲームなんで、まあ、そんなに長くはないと思う。インディーズだし。ラグ立てないと死亡だもんな、本当は。あ、なんかあるぞ。うん、まあ、関係ねえな、これは。結構、スマホだろ？半分仮面。完全に夜間空だけになってますね。これ関係ないもんな。これ分かったら嬉しいだろ、これな。よし、これうまいうまいだもんな。これはうまいうまいにきやかんな。これ野鳥おいしい、カニおいしい、木の実おいしい。もう片割れ仮面に行ってゆるキャンに参加したいな。お祝いた？お、まだ使えるかわからん。まだ使えるかわからんが、こんなおぼろじゃいつボカンと行くかわからんな。お、ボカンと行くフラグ。これはボカンと行くフラグ。タイムボカンですよ、これ。よし、これはつけておくと勝手にボカンと行って、そっから仮面が出てくるフラグ。もう止めらんねえかな、あの日な。時間経つと遠くからドーンっていう音が聞こえてきて、戻ってみると仮面が落ちる。あながちそれが本当にあるかな、このゲーム。まあ、カニ取って茹でるか。あ、わかった。スタート地点に戻るんじゃないか。で、あの二人が殺されてるみたいな。あの二人に報告しに行くと、あの二人が死んでいて、そこに何か落ちてんだよ。仮面かなんかが。半分だけ。
これだろう。あれ、あ、ここも判定来たわ。ゆるキャン、ゆるキャンエンド。あれ、ここさっき目の前行っても誰も反応しなかったのに超元気になってる。実際あの小屋関係なかったな。小屋と反対のこっち行ってみるか。こっちじゃない、俺こっち行ってないよまだ一回も。こっち行ってない。裏から閉める、あいつのこと。裏から閉め殺す。接着剤を目に入れて倒す。野球ボールで後頭部を殺す。横通るよ。取れねえ。あらまあ。CQC できないですね。こいつの仮面ガバやからな。こいつの仮面取んのが一番早いと思うけど、ダメですね。あの熱々のさっきの夜間をこいつにかける。あれ近づいてもバレねえかな。あの熱々の熱湯を目に垂らし込む。で殺す。まず視力を奪って、そこからここら辺にある岩で殴り殺す。暗殺です、暗殺。そうすれば仮面バレるからね。仮面の穴から熱湯を入れるっていうね。仮面がさに張り付いて熱湯が逃げずにめちゃめちゃ熱いっていう、これだ。その目の穴に熱湯を注ぐのが多分一番効果的ですね。で岩で頭を潰す。危ね、危ね、危ね、いけた。それで勝てるんじゃないかな。こっち行けるか。あ、スタート地点は帰れないか。おーってなると、これはもうだいぶ全部調べ終わったけど答えが出ないやつだな。これはまずいですよ。あ、まあこれ一回デスルーラー、デスルーラー。ただこっちはもう何も戻れないから、浜辺には戻れない。浜辺で仲間を呼んだ方がいいんじゃないかな。普通ならこれ仲間呼びますよね、やばいって言って。うわー、マジか。これは、おかめんの片割れが。片割れおかめんが。でもまあ、片割れおかめんだけ見つかればもういいんですよね。片割れのおかめんが見つかれば、もうこれクリアなんで。ってことはもう、あそこの、やっぱりな、あの片割れのおかめんがある部屋に何かあるんだろう。もう片割れがあるんですよ。ドラの後ろかな。ドラの後ろにある。このドラもね、まあくまで敵をかわすポイントとあったと見せかけて、この裏側にあのね、魔王城なんかある。嘘、ほんまやった。下の後ろ何か手のひらの台のオブジェクト。よーしよしよしよし、取れ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 。仮面と同じものじゃないか。よし嘘でしょ。ドラクエ3のゾーマ的発想でいったらいけたわ。マジで何か手がかりになるかもしれない。もらっていこう。マジかよ。やった、破片ゲットした。嘘、もう何も落ちていないようだ。天才やん俺裏に魔王城に通じてる階段どころか求めていた宝があったぜ。これは勝ったでしょ。これぞ初見よ。これが初見プレイよ。めちゃめちゃ嬉しい、これ見つけて誰だよそこに塊の仮面置いたやつ。
マジであったわ。絶対これ作った人、まあ、ひふみさんとかだけど、ドラクエ3好きやな、これな。絶対ドラクエ3好きでしょ。これでキャンパーの仲間ですよ、これ。で、あとあれだ、シラス。ここの、ここのシラスどうすっかだな。あー、なんか手出してる。なにこれ、今、え？今手ですね、今。え？やけに画素数の高い写真ですね。事件の関係者か、それとも。ハサミを手にしているところに何か意味があるのかもしれない。いや、多分何もないと思いますよ。びっくりした。いやー、時代背景的に画素数半端ないですね、これ。いやー、絶妙やな。なんか、でも結構喋れんな。ボートで持続者連中の上着ということか。え、じゃあ、ボート連中がキャンプファイアしてんの？どういうこと？なんか手ふよふよしたしな。うん。女性を混じっているとすると、テロリストの顔が低くなりそうだ。ジェンダー。あふれやさん、スパチャレート、いただきます。サスコジス、ありがとうございます。ありがとう。さすがのスパチャレート。ジェンダーロン前線のこのご時世にそう決めつけるのは早計か。じゃあ今日スパチャいっぱいだ。嬉しい。ありがとう。スパチャありがてえ。ゲーム変えるぜ、これで。飯食えるぜ。よし。絶妙だったな。おお。メガネ取ったら可愛いよ。おお。おたさにそうやな。おたさの姫やな。絶妙ですね。さて、そんな絶妙はいいね、絶妙は。多分クラファンじゃないかな。これクラウドファンディングしたやつらしいですからね。多分クラウドファンディングだと思うよ、これ。クラウドファンディングの資金募って作ったやつだから、まあ、多分クラファンでしょ。ものすごいクロックタワーファンなんだろうな、多分な。山本、これはじゃあ多分そうだ。これは多分クラウドファンディングの方なのか、多分これ。クラウドファンディングでゲーム内に名前を出しますよって言って、多分10万とか20万払った人なんじゃないかなと、多分ツイッターの ID っぽいしな、よく見ると。ああ、これ小島テイムを出資をしておけばよかった。多分スポンサーでしょう、クラウドファンディングの。あれ、奥、あ、でも奥関係ねえか。まあそんな感じで、まあ。で、タンクだろう？突っ込まれてる。よし。もうゲームに名前残るのっていいことですよね。これは。あちまきさん、スパチャレート、たくさんゲーム買ってください。ありがとうございます。山道や洞窟に連中をつけていた仮面のようだ。ありがとうございます。しかし、半分に割れてしまっていては、使い物にならんな。さあ、これだな。でも使い物にする準備は整ってますよ。さあ、奇跡的に集まった仮面により、多分仮面かぶったらこれも、ああ、仲間ですか、このシラスもね、多分ね、ああ、仲間ですか、そうですかって言って、ね、多分ね、拾えねえんだけど、ちょ待て、拾えねえよ、ちょ待てよ、拾え、拾え、拾え、くっつかん、くっつかん、それ、あ、ちょ待って、ちょバカバカ、これをね、まず接着剤を当てる。あれ、反応がないぞ。仮面にはめる。え、嘘、無理じゃねこれ。え、はい。え、いやー、 SNS 見る？現実逃避？多分これも食らったの。あ、あーえ、マジか。三種の神器が揃ってもシラスには殺されるか。え、じゃあこれシラスを退治するためのお祓いが必要なんだろうな。ってことは無線周波数か。ってことは無線か。無線でこのシラスを倒さなければ先に進めない。
これや。無線や。または電話かな。誰か電話出ねえかな。電話のパターンとか、この人全然電話出ないですね、みんなね。嫌われてんのかな、この教授。知らすには勝てなかったか。仮面つくのじゃん。しょうがないでしょうにはなかったですね。このゴム手袋が何かだよな。このね、ゴム手じゃねえや。この手袋をね、多分どっかで使うんですよ。仮面取ってない判定になってるわ。仮面取って、おお、シラスだよな。対シラス戦だよな。鏡から来るから、でも鏡光らしてもいいねしね。やっぱり無線かな。誰も電話だしな。で、無線 SNS に拾わないよな。SNS の、うん、ヒントないね。ほう。ネタバレじゃなければ裏話。先のストーリーじゃなければ OK です。裏話は。先のストーリーが入ってるものはちょっと NG ですね。裏話で。なければ OK です。裏話 OK ですかっていうコメントがあったから。スタッフの制作の裏話とかは全然 OK です。先のネタが入ってなければ。逆に聞きたいぐらいですね。さーて、ここからまた俺の、推理タイムが始まるぞ。一つ謎を解いたかな。やつ、芋苦手なんじゃないか。芋が苦手。何個だよな、これな。手袋だよな。これ、ペンチとかで鏡外せないから、鏡を見るからいけないんですよ。鏡を、芋で塗って、でんぷんで、あ、なんかいける。なんだこれ、あ、上か。でんぷんで鏡を見えないようにする。これ組み合わせできるのか。できないですね、組み合わせは。手袋で一匹掴むこいつを。うん、掴めないな。さっき時間経ったらここにあったもんな、アイテムが。あ、さ、こっちか。ここに接着剤だろう。どっか多分調べてない場所があるんだ。でんぷんで塗り固めるじゃなかったかな。接着剤は取ってます。あともしらすさえ倒せば、あとはもうこっちの勝ちですよ。名探偵小島の推理だからね、これね。でもさっきはね、やっぱ裏に魔王城に通じる階段があってで亀を見つけたんで、あながちこういうことやったとマジで見つかるからな。鏡割るでしょ。鏡を割る道具からじゃないですか。鏡割るとかできないんじゃないかと思うけど、パンチャーができないですからね。そうそう、この手のゲームアイテム装備が大変そうだね。やっぱりこのハウスね。やっぱりこの怪しいハウスね。ここね。あとはもうハウスとこの洞窟しかないからな。で、洞窟はもうかなり調べたんで。このハウスね。このハウスにあいつ出るから、ほにゃらーって言って首絞めてくるんで。謎を、あれ？ガス止まってる。あ、止まってないか。いや、ボカンといかねえかな、これ。骨だろ、人骨。床に何か落ちてないかな。割れるもの。この木の棒とかで割れねえかな。木の棒でガラス割れねえかな。うん。どこ
こうかね。これ下と上は関係ないしな。ただやっぱり無線だよな。こうなると無線以外も答えがないんですよね。あ、わかった。ぐるぐる回してると周波数の音が変わる。全然関係ないです。しかもこれもうエンター押すしかこれ運命がないんですよ。これ当てないと、これ当てないと、これか35文字消えてる、関係ないよな。6番だろう、チャンネル1415。無線の音で鏡を割る。こっから毒電波を出して鏡を割る。15だから1563だろう、3534。ここにヒントはないんですよね。普通に引き返したんですけど、これやったらしばかれるって、これミスったらしばかれるって。これいくしかないか。さあダメでーす。しねー。セーブをして総当たり。ここの横のスマホスタンドにねえ、セーブができますんで、セーブをして総当たり。そもそも謎解きっぽいのないもんな。パワープレイ、正解パワープレイ。そう、これ、あ、もう紙拾ってるわ。よし、セーブしよう。14番やったよな、確か。よし、真実はいつも一つか二つ。よし、いやでも解きたいな、これ回しても特になんもなかったな。鏡の前で手袋をつけてパンチ。面白いな、パンチ。確かでもそんな本当それあるかもしれないからな。この手袋にトゲトゲがついたら間違いない、それですね。手袋をつけてパンチ。うん、1つか2つか3つ、セーブ完了。そう、ヒントありそうなんだけどね。もうこの部屋調べ尽くしたぜ。ゆうさんこれ1970年とかこの年代なんですよね。50年だろこれ、ピンボケ。そう、落書きとか、あ、わかる。あ、あった、これはなんか飲み物だ。来た、なんだ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 、ぽいぞこれ。なんだこれ、ツーテイクオブ。英語はダメなんじゃ。5 minutes a post。 見ましょう、見ましょう、ましょ。アメリカ語、これ絶対これだろ。 VHF バンド6チャンネルだろ、16チャンネルだ。ディストレス。大丈夫、これ世界一周をして南米を3ヶ月間旅をしたバックパッカーの俺なら読める。 2 takes of なんちゃらず大ワールド LED ライト。 LED ライト当てると、うん、 LED ライト5 inside and post。 まあ16番かな、とりあえず16番。本当かい。16番から5個なんちゃらって書いてあったな。行ってみよう、16番。どうだ、来たか。
お、こちら海上警備隊機関機船の救急事態を求めとった。む、つながったか。ウォン、あー、メイデーメイデーメイデー、あ、落ちる落ちる。こちら客船オシアネス号、現在船内にて大爆発が起こっている。船は現在停止中、緊急の給油をする。オーバー、了解した。機船の位置を知らせてもらいたい。オーバー、位置、位置か、正確な位置は不明。カリブ海諸島付近と過ごされる。オーバー、了解。すぐに探索、救援活動の手続きに入る。オーバー。ふう、これなんとかなる、なるのかな。お、助け呼んでる。なんとかしてくれと死ぬかがあるまい。よし、これで知らせ死んだべ。やべ、まだあった。やべ、これダメぞ。これでしくったら来るぞ、しらす。でも死んだからしらす。え、まだいけるの。でも5番からだ、5番からだ、5番、ゴーライト、はい、5番。おーい、おーい、生きてんぞこいつ、生きてんぞーい。生きてるなー。無線の毒電波で殺すかと思ったら生きてるなー。おい、しらす生きてるなー。これ息を吸うように殺されたなー。もう一回どうしかな。もう一回無線やで、16番な。はいはいはい、はいはい、飛ばして飛ばして、まあ、救援要請で、ね、海難救助隊来ましたからね。なんでこんな場所に無線機あるんだ。一回セーブ、さらにこれ返せもらったからセーブ。6ちゃんだったか、さっきの。もう一個のやつ。もう一個は多分、シラスを殺すための番号なんじゃないかな。ええ、OK。一回セーブ。よし。もう一個の丸だよな。2 takes of gas, 5 in, これ、interpast, light, LED light. これ、なんて書いてたこれ。これ読めます、誰か。やめて、ちょっと、キープ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 。キープできないですよ、これね。ヒント。勝手に消されるんですよ、これ。勝手に消されちゃう。LED ライト。これ、左下、若い人。もう、変えとかダメよ、これ。3や。3?5 引く2。いるかい?白飛びしてるな、これ。白飛びしてるな。こんなんどうでしょう。2、2テイクオブでこうした5なんですよ、これ、ね、5って書いてある。5。大、いや、字が汚くて読めねえ。字が汚くて読めねえな、これ。誰か英語わかる方。これに準じた数字いってみるか。5番は確かやったんだよな。2番もやってはずなんだよな。ああ、2回失敗したらトライできないよって書いてある。なるほどね。そういうことね。だからもうチャレンジするには時間を置いてけよ。5メーターだったかな。
もそんな難しいものを答えにはしないだろう。とりあえず次ちょっと5番だけ入れてみよう。5番だけ入れて、5番ダメだったら行こう。5番。3番か。3番が押し穴つぼ。3番いってみるか。ツーテック補強、ダイナモ、LED ライト、5なんかパーツって言ってる。パーツは多分関係ねえか。セーブしたから無限にいけるんだけどね。多分関係ない。おしゃれそこ3番ですね。6チャンネル。6チャンネル、3チャンネル、20チャンネル。3チャン行ってみるか。おしゃれそこ通信。乗ってきた船に殺された。わー、さあシラスをどうするかだな。さあここからシラスですよ。バーサスシラス。もう放送予定終了点の3時間迎えてますからね。放送終了点の時間は、まあここからは残業です。これシラスの倒し方わかんないと今日寝れませんからね。これもう気になって8時間しか寝れないからな。一応最終チェック、セーブしちゃうかも大丈夫だな。16じゃん、終わってるよな。あ、メーデーメーデーして、よし、オッケー。またフラグ立ってなかったわ。よし、行きましょう。やっぱりこれで後ろからやっぱり目つぶすんじゃないかな、あいつな。お湯を振りまく、塩をまく。このキッチンの下にある塩をまいてお祓いをする。よし、まあとりあえずまあ行こうか。いや、シラス、でもな、さっきもな、なんかちょっとあったけど、手袋をしてパンチで鏡を割るっていう。それちょっとかけるしかないかもな。だからその、まあ、時間くれてるからな。もう、向こうでも手袋しかねえから使えるもん。手袋をして鏡を割る。しかし、スパイクがついてる手袋ではないからな。よし。シラス倒すぞ。多分今回第一パートのラスボスはシラスや。よし、シラス、シラス。本当にこれだって手袋だけがね浮いてるんですよね、このステージで。まあ、前回は25セントも浮いてましたけど、このブロマイドを、このお姉ちゃんのブロマイドを掲げてびっくりさせる。お姉ちゃんブロマイドを掲げるんだよな。この服をかける。女性物の服を持っていって、ここのなんかな、マネキンがやっぱ怪しいんだよな。マネキンを手袋でぶっ壊す。手袋を使ってみよう。手袋で縛く。ダメか。マネキンに仮面半分乗っける。マネキンを接着剤で皮膚をつける。よかった、直しくてありがとうございます。なんだね。うん、じゃあここで一応これセーブしとこう。これセーブしておけば何度もここからやり直せるぜ。
手袋で割る。この棚ちょっとあんまりよく調べてないからな。もうちょい棚詳しく調べてみるか。ここのドンペリ瓶とかで割れそうっすかね、紙ね。ポリタンクが臭いから、ポリタンクを、これ取る。違うか。ポリタンクを手袋じゃないんだな。割れた板もこちらやってるよ。ほこりもひどい。ほこりがひどいから手袋で取る。違う。手袋で鏡を割る。使えないって。あ、瓶が、待て、コーラの瓶がある。これじゃね。ラベルを見る限り、それは最近の機内ものだ。記録した土地のものだろうか。広い広い。これ投げろって、これ。これを投げる。違うか。だから見つかったじゃ、瓶を使って襲ってくるのに瓶で鏡割るか。これは、うん、山道や洞窟にいた連中がつけていた仮面のようだ。はい、拾え。しかし、はい、拾え、半分に割れてしまっていては使い物にならない。いや、もう直すも思ってるじゃん、あんた。半分あるよ、もう。相手知らす。さあ、知らすか。このシラスをライト関係ないしな。で、近づいてくる手袋で亀割る。使えない瓶を使う。あ、いけた。おや、やった。うわ、シラス痛いべ、痛いべ、シラス。よっしゃ、痛い痛い痛い痛。よかった、瓶だったのか。しゃ、瓶見っけて勝ったぞ、これ。しゃあ、で、これで、変態仮面。やった、瓶だった。わかりづら。なんだろ、暗い瓶にしてあるんだよ。え、拾えない？これを、ここに半分を置く。置いた。え、使えない？使えるでしょ。あ、来た。おっ、つける。おっ、来た。よっしゃ、これ、ゆるかんできる。どうかな、どうかな。うん、ぴったりだな。これでなんとか使い物になりそうだ。よっしゃ、これで仲間になれるわ。よっしゃ、瓶で割ってやったわ。フラグが立ってないと瓶がつかなかった。その瓶があるってことを認知しないと、襲われてる時に瓶に反応が出なかったんだ。前もって瓶を見つけておかないといけなかったんだね、あれね。あんなちっちゃい自分の体で隠れるもん。よいしょ。ビビンビンビビン。ビビンビンビビン。いや、これでもう、あ、でもこれで仮面、変態仮面だ、これ、変態仮面。マスクすげえ。おーし、進んだぜー。さあ、変態仮面ゲット。さあ、これでみんなのキャンプに参加できるぜ。パパパパーン。ふっ、やあ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 、私も仲間に入れてくれるかな。透明なら、なんとかこれでごまかせるか。透明だけか。あったぜ、ゆるキャンしてる。うわ、キャンプ楽しそう。透明に行こう。さりげなーく。あ、光ってるな。さりげなーく。さりげなーく。ソーセージ焼いてるしな、向こうで。よし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 。よし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 。え、どこ行くの？え、どこ行けんの？奥か？あ、喋る。こんにちは。見張り変わろうか？話せますね。
時折にこちらの視線を向けてくるが、特に怪しんでいる様子はないようだ。この仮面をつけているおかげで、どうやら連中も全員の体格や服装を把握しているわけではないらしいな。しかし、そんなと連中がどうやって統制を取っているのかわからなくなるが、ということなんでしょうかね。ほう、分析しとる場合から冷静に。バレるぞバレるぞ、こんな怪しいぞお前、明らかに。遠目ならバレないらしいですからね。これ喋らんないの、これ喋られない。焼かれてるね、だいぶ焼いてますね。全然止めないけどね。なんじゃこれ。おお、動いてる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 。生きがいいなこのソーセージは。焚き火の周りにたくさんの紙をつけた男女が取り囲んでいる。はいはい。吊るされているのは呪縛か、それとも。いずれにせよこの連中はテロリストどころかイカれた殺人鬼だ。わあ、無言で楽しんでるな。趣味悪っ。ほう、こっちは何かあんのかい。怪しい怪しい、いや動き挙動不審なんだよなこれ。怪しいな、おじさん怪しいな。木浮いてるでしょ、ほらすごいな、ここ木浮くんだなこの世界。木も浮くし、もうすごい島だわこの無人島。行けそうで奥行けないし。BGM変わったよ。さあこの船がね、急にトラブルを起こしてこんなことになっちゃいましたけど、一体何なんだね、この南の島に来たかったのかな乗客たちは。何の実験をしてるんだこれは。ナイトクライではなんかバグってるけど、なんかバグってよくわかんないけど、うん、喋ってみるかおじさんに。おじさんこれ何なのこれ、食べるのこれから。カルト宗教感半端ないな。近づかん方がいい。はーい。でもなあ、俺どこにも行けねえぞ。これであれかな、戻んのかな、スタート地点に。これでフラグ立ったからスタート地点に戻ってやばいよってなの。うん、仲間にしてもらったけどなんか微妙だな。あ、こっちも行けんのか、怪しい。こっちも行けたわ。ここにあれか、学生いるのかな。すごい、中で楽しく宴やってんのかな。ハイネケンとかで肉焼いてそう。リア充感あるなこれ、この建物。奥多摩とかね、そう。外すんかい、いやダメでしょ、エクスロイじゃってんじゃん。いやダメ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 、つけてつけて、敵いるかもしれないんだから。急になんかナチュラルになったなこの人。他に挙動不審よこれ。あ、スマホあんじゃん。新たなスマホを発見。テーブルの上には何者かのスマートフォンが置きっぱなしになっている。ほう、挙動不審だな。そのスマホをパクれねえかな、まあ、情報とか出んじゃない、情報とか。ものすごい慎重に調べなければ。大丈夫かな、特になんもないか。なぜ外したっていう。あったあった、スマホスタンドだろう。よし、じゃあこの辺もう3時間過ぎたんで、予定の時間過ぎたんで、まあ多分もう今中盤ぐらいかな。さあじゃあこの辺にしておきます。明日夜8時から、再送となりますので、明日はねとりあえずもう動画編集の予定もないんで、これで明日でクリアまでは行きたいと思います。今日はちょっと動画編集があるんでここまで。はい、では今日も長時間お疲れ様でした。チャンネル登録してね、初めて見た人はチャンネル登録して、また明日、見に来てください。明日でクレマに行きましょう。何の儀式なんだろうな、こういうのは不思議でしょうがないな。ということで、はい、じゃあコメントもたくさんありがとうございました。そして最後までご視聴ありがとうございました。それで3時間過ぎましたので、ね、3時間の長時間ご視聴もお疲れ様でした。最後にね、チャンネル登録と、最後ね、グッドボタン、高評価もね、押してってもらえると励みになりますので、最後にポチッと、ね、1グッボイを押して、
ね、帰ってもらえると嬉しいです。はい、ではお疲れ様でした。明日は多分ね、動画投稿の予定もありますんで、動画投稿もあるし生放送もあるって感じなんで、お楽しみに。とりあえず今日はここまで、お疲れ様でした。ではまた、ナイトクライの世界でお会いしましょう。スパちゃんもコメントもありがとう。